フォロワーの皆さん、こんばんは、ヒロです。今夜はですね、ヒロ御朱印スタライブを100倍楽しく見る方法ライブを初めてお届けしたいと思います。皆さんこんばんは。いやー、やっぱり金曜日の夜は他の曜日の夜と比べてテンションがね、ちょっとなんかね、アゲアゲモードですけども、いやー皆さんこんばんは。今週も一週間お疲れ様でした。いやー、僕もね、一週間頑張りました。ね、あともうちょっとしたらですね、僕の会社の夏休みに入りますので、あともうちょっとなんですけどね。皆さんこんばんは。どうも。こんばんは。ということでですね、まあ今日は録画に残さないソロライブと同様、僕一人でお届けしていきたいと思います。アルイさん、バッチありがとうございます。ありがとうございます。いやー、でですね、今日のこの、ヒロ御朱印スタライブ100倍楽しく見る方法ライブなんですけども、まあ、こちらのライブ、ナオミさんバッジありがとうございます。新規フォロワーの方からですね、あ、つよしさんどうもバッジありがとうございます。いやー、つよしさんありがとうございます。あ、つよしさんすいません、例の、もの届いたようです。どうもありがとうございます。ショコリンさんバッジありがとうございます。はい。でですね。あ、エヴァちゃんもどうもバッジありがとうございます。いやー、ソロライブにながらも応援バッジありがとうございます。アーサさんどうもこんばんは。バッジありがとうございます。ということでですね、まあ、新規のフォロワーの方から、ヒロ御朱印インスタライブって何ですか？あと、ライブ記念御朱印って何ですか？あとはヒロさん、なんでこんなに自社の方々と仲良いんですか、なんか仲良くなる秘訣があったら教えてください。あとヒロさん、どのぐらい自社の方のご友人いるんですか？あ、ようこさんバッジありがとうございます。ご友人がですね、いるんですか？あとヒロさんのいろんななんかイベントやってるみたいなんですけども、いろんなイベント、よかったら教えてください。あとはですね、まあ、これはもうお決まりになりつつありますけど、ヒロさんって実在してるんですかとか、ヒロさんって一体何者なんですかと、まあ、そのような DM をですね、新規フォロワーになられた方を中心に、結構な数、やっぱり1日、1週間、1ヶ月ってなるとですね、結構いただきます。あ、マキさんバッジありがとうございます。先週、この前はですね、ヒーローインタビューのニョイリンココのね、御朱印が当選されましてね。マキさん、家宝にしていただければと思います。いやー、マチコさん、こんばんは。ねー、ありがとうございます。ということでですね、僕も、こう、仕事をしながら、インスタグラムを開いて、DM の返信をちょっと頑張るんですけども、結構な数の、まあ、DM をいただく、ケースが多いので、なんかこう、このライブをよかったら、お時間の時にちょっと、耳かつしてください。まあ僕タイトルに今日耳かつって入れたんですけどね。ぜひね、聞き流しで結構なんで、これを聞いてもらうと、もうヒロ御朱印インスタライブってこんなものなんですよっていうものがわかるような、なんかそういうですね、もう半永久保存的なライブを今日は皆さんにお届けしたいと思います。なのでずっとこうフォロワーでいただく方はですね、こう、ちょっと副賞になることもあると思うんですけども、今日はですね、新しくフォロワーになられた方が、ヒロ御朱印インスタライブ、こういうライブなんだと。あとはですね、あ、こういう風に見ると、なんか、100倍楽しめるのかな、みたいなものを、このライブをこう、視聴していただいて、ね、思っていただければと思いますので、まあ僕もこれをもう半永久保存される覚悟で、今日はね、お話をしていきたいと思います。で、ポストにも入れたんですけども、今日はですね、まあ僕一人、スペシャルゲストの方をお待たせするとか、ね、スペシャルゲストの方を立てる、そういう配慮が今日はありませんので、僕の今日オンリーワンのね、ライブになりますので、今日は僕、ゆったり、まったり行きたいと思います。でですね、実は今日、帰りにちょっと銀座寄りまして、銀座でですね、ちょっとスイーツ買ってきたんですよ。よかったらちょっと、今日はですね、銀座の、あそこはね、一丁目、
銀座一丁目のね、並木通り沿いにですね、傾き屋って、あ、千鶴さんバッジ、ありがとうございます。傾き屋っていうね、お店あるんですよ。傾き屋。このパンダの、パンダバームがね、有名なんですけど、皆さん知ってますかね、これ。これね、パンダ、めっちゃ可愛くないですか、これ。いきなり今ここから見せたら、なんだこれと思いますよね。もうこれで行っちゃおうかな、今日。今日はですね、傾き屋さんのパンダバームを今日、僕は食べながらこのライブをやりたいなと思います。で、今日はですね、まあ一番人気。これ。パンダバーム。これね、シンプルなんですよ。傾きするとですね、これ、子供、双子みたいなんですよ。双子のパンダ。双子のパンダを、傾きです。なのでね、今日これ皆さん、ちょっとこれまずね、お見せしながら、ちょっとね、今日は食べながら、ゆったりまったりこのライブをお届けしたいと思います。あのね、パンダ好きな人はね、絶対いいと思いますね。例えば、パンダが好きな人にプレゼントとか、パンダが好きな方とかは、結構この傾き屋は僕おすすめですね。こんな感じなんですよ。こんな感じ。こんな感じ。で、今日はね、スイーツ持参で行きたいと思います。まあ、ライブはリアルタイムでご覧になられる方と、録画でご覧になられる方いると思うので、僕ね、前ね、一回ちょっとね、ストーリーで一回かな？一回か二回やったことあるんですよ。でね、実はリアルタイムで見る人と録画で見る人って、大体割合で言うと、3.5 対 6.5 で、だいたい、リアルタイム 3.5、録画 6.5。で、なんでかっていうとですね、ヒロさんが録画に残してくれるのがもう分かってるんで、録画で見ますって方がやっぱ多いですね。あ、ソラミさん、テルコさん、あ、テルコさん、そうだ、テルコさんパンダ好きでしたよね。今日はですね、銀座一丁目の並木通りで、傾き屋に行ってきまして、傾き屋でパンダバームを食べながら今日はお届けしたいと思います。パンダバーム、こんな感じなんですよ、パンダバーム。ほら、パンダバーム。パンダバームなんですけど、これが、見てください皆さん。これ、ほら。パンダバームが、ほら、じゃーんって、抜くんすよ、ほら。わかります？あ、これやっちゃったかな？あれ？あ、やっちゃったっぽい。皆さん見てください。あー、すごい。なんかデリケートだな、これ。ああ、ああとか言っちゃった。こんな感じです。ほら。抜きました。ちっちゃいパンダ。ああ、ひろみさんバッジありがとうございます。今ね、僕テンパってます。こんなちっちゃいパンダが、型抜きできました。もうね、手で持てない。ほら。かわいくないですか、これ。やっちゃいましたね。だけどね、まあ、一応、そうです。ちょっとね、形が崩れましたけど、傾き屋のパンダバームです。このパンダバームを今日食べながら僕はこのライブをお届けしたいなと思います。はい。まあ、今日はですね、新規のフォロワーの方が、このライブを、まあ、リアルタイムもしくは録画でご覧いただいてですね、あ、なるほど、ヒロ御朱インスタライブってそういうライブなんですねっていうのがわかるようなライブをね、お届けしたいなと思います。これね、どうやってできたんですかね。確かにね、帰宅途中に温まっちゃった可能性ありますね、これ。綺麗にね、傾きできるんですよ。でね、ちなみに、実はね、今期間限定の、これ、もう一個あるんですよ。で、これは実はですね、僕、結婚してまして、僕の嫁に、お土産買ってきたんですけど、これは嫁用になんですけどね、ちょっとどんなのだけか、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います。これね、カッパ、雨バージョン。雨バージョンのカッパを着たパンダバーム。で、これね、今期間限定なんですよ、これ。で、ちなみに、これね、リアルタイムと録画で全国の方をご覧になると思うんですけども、あ、ひで1190さんバッジありがとうございます。そう。
カッパ着てます、これ。で、これなんですけど、これ、実はですね、そうだ、リアルタイム録画でご覧の全国の皆さん、これね、実は残念なことに、この、型抜き屋さん、都内しかないんですね。で、今、銀座の本店と、あとね、東京スカイツリーの空町に店舗があります。でね、あと、催事で、例えば、なんだろう、百貨店とかスーパーの催事で2週間ぐらい出店してるのがあるんですけど、多分ね、関東だけだったような気がするんですよね。なので、ライブをご覧の北海道、東北、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄の皆さん、ちょっとね、これ、関東でしかちょっと、オンラインショップあるんですか？てるこさん、ナイスアシスト。これがね、カッパバージョン、限定なんですよ、これ。はい。で、これはちょっとね、嫁にお土産で買ってきたので、これはね、このまま封を開けずに、嫁に渡したいと思います。こんなのもあります。はい。で、僕は、今日、こっちの、すげえ崩れちゃった。これを食べながら、行きたいと思います。あ、楽天でも売ってるんですね。あ、そっか、じゃあもう、そっか、じゃあ全国どこからでも買えるんだ。ありがとうございます。はい。ということでですね、僕のこの、今日はですね、この、型抜き屋のパンダバームを食べながら、そして、いつもの、毎回の僕の MC のお供、綾鷹のラベルレスペットボトルを飲みながらですね、今日お届けしたいなと思います。はい。で、まずですね、ヒロ御朱印スタライブは、2020年の7月にライブ配信をしました。でですね、その時に、スペシャル対談ライブということで、ライブ配信をしたんですけども、まあ、僕が、こう、お寺神社で、こう、いろいろ、まあ、友達とか、ご縁ある寺社さんとか、いろいろ、こう、ネットワークがあって、なんかそういう方々と何かこう、できないのかなと思った時に、なんかこう、お寺神社と、こう、ライブをして、なんかもっともっとお寺や神社を身近にこう、感じてもらえるような、そんなライブができたらなと思いから、2020年の7月に、1回目は、上元寺静岡のですね、万栄さんと、ライブ配信をさせていただいたのが、配信のスタートになります。で、それからですね、なんと、この2年、ライブをやってきまして、上元寺さん、能蔵院さん、千葉、如意輪寺さん、愛知、最上院さん、滋賀、十蔵神社、石川、聖法院、東京、福泉寺、静岡、境香取神社、茨城、本寿院、東京、八重田神社、埼玉。そして、11回目は、中潤礼さん、切り絵作家、安楽院さんとの、大日如来の、切り絵御神でコラボしました、中潤礼さん。まあもちろんあと僕安楽院の副住職の慶海さんも実はちょっと知り合いででして、その、流れからですね、レイさんとご縁を結ばせていただいて、この時は、切り絵作家の中潤レイさんにご出演いただきました。あとは、大分法恩寺、愛知の法恩寺、同じね、法恩寺ですけど、法恩寺と吉祥寺、大分の一心寺、長野の三宅寺、岡山の陽明寺、山梨の上林坊、そして、宮城県明寺、愛知地方院、愛媛宝厳寺、愛知万蔵院、愛知本住寺、東京法輪寺、徳島坂本八幡神社、そして、水中神社さん岐阜、大仙寺、京都と来まして、で、今月がですね、月末に第27回目のスペシャル対談ライブが、奈良県の方とお届けするというような流れになってます。で、今今年ここ最近はですね、スペシャル対談ライブのちょっと、中身がちょっと変わってきまして、スペシャル対談ライブを通して自社を紹介して自社を身近に感じてもらおうというのが初めのコンセプトだったんですけど、今はですね、
スペシャルゲストの、お寺や神社の皆さん、スペシャルゲストの皆さんのいろいろなこう、地元愛とか熱量、そういうものも、皆さんこう、持たれてる方が多くてですね、この寺社を通じて、その地域や、その地域、地元のですね、観光やグルメを通した、地域の活性や地域の活性にもね、つなげていこうということで、今はですね、寺社を通じ、その地域の振興や活性にもつなげていくっていうことをコンセプトに、このスペシャル対談ライブは配信されています。で、今の、2022年の今日8月ですけども、実はですね、もうですよ。2023年の2月の方のもう打ち合わせをやっている、そんな状態です。なので、まあ、その方その方によっていろいろこう、状況はあるんですけども、大体皆さん、オファーとかライブをじゃあヒロさんやろうかっていうのが大体ですね、早い方だと、8ヶ月とか前ぐらいですかね。で、大体平均すると半年前ぐらいに、その方の出演が決まるような感じがあります。で、打ち合わせについても大体本番のライブの前から3ヶ月前ぐらいにやるのが大体多いんですけども、中には、ヒロさんちょっと早くいろいろちょっと聞いてみたいなっていう方に関しては、もう結構半年前ぐらいにいろいろ打ち合わせをさせていただくということもあるので、今月第27回のスペシャル対談ライブ奈良の方ご出演いただきますけども、実はですね、もう僕的には、もう打ち合わせ的にはもう9月の2回、10月の方、11月の方、12月の方、で1月の方はね、まだやってないんですけど、2月の方ってことでね、もう、いろんな打ち合わせがもう毎晩仕事から帰ってきたりすると、打ち合わせがあるので、もうね、本当に備忘録とかちゃんとやっとかないと、もうね、どの回がどっちだったっけってなっちゃうんで、もうね、ちゃんとね、備忘録、議事録を取って、打ち合わせをやってます。で、これから先、今、皆さんに予告の段階ではでですね、今月の8月の27回目の方が、奈良の、ご縁、奈良の、まあ、仲いい方にご出演いただいて、9月は2回、スペシャル対談ライブを配信させていただいて、東京、そして東海エリアの中井さんにご出演いただきます。そして10月は東北、11月は近畿、12月は再び東北に戻るということで、結構東北と近畿が多いというイメージで、これからライブが進んでいくのかなと思います。で、年明けは、1月、僕が住んでる関東に、久しぶりに関東に戻ってきます。まあ関東というか東京もね、関東なのでね、あれですけども、1月が、年明け一発目が関東。そして、2月がですね、大阪ということでね、大阪はね、初めてのスペシャル対談ライブになりますので、今のところは、そのような流れで進めてます。で、3月については、実はね、まだ今、調整中です。まだ発表がまだできないんですけど、3月は調整中というところなので、ひとまず、まあ、仕事的に言うと、令和4年度、2022年度、来年の3月ぐらいまでは、ひとまずちょっとスケジューリングを固めて、また来年4月以降のスペシャル対談ライブをどうしていこうかなと考えています。まあ、ということでですね、新規のフォロワーの皆さん、リアルタイムもしくは録画でご覧いただく方が多いと思います。まあ、録画の方も多いんじゃないかと思うんですけども、まず、このヒロ御朱印スタライブの一番初めのスタートとなったライブが、このスペシャル対談ライブです。こちらのスペシャル対談ライブは、自社の紹介を通じて、その地域の活性化や振興にもつなげていく、そのようなコンセプトを持ってライブをやっています。MC 企画の僕もそうなんですけども、これからご出演されるお寺神社のスペシャルゲストさんの皆さんもですね、地元愛の強い、地元愛に溢れた方が、これからですね、パッションを持って、地元、地域、ご紹介していくと思いますので、ぜひ、スペシャル対談ライブ、楽しみにしていただければと思います。まあね、僕がずーっと、延々と喋ってる皆さんずっとね、もう耳かす状態になっちゃいますので、皆さん、ちょっとコメント、今視聴されてるリアルタイムの皆さんにちょっと聞きます。皆さん、スペシャル対談ライブ、
1回目から26回今やりました。1回目から26回目で皆さん一番楽しかった、一番面白かった、一番印象に残ったっていうライブがあればですね、もうお寺神社の名前でいいので、よかったらぜひコメントで送ってください。ね、皆さんのコメントもちょっとね、引き出しながらライブを進めていきたいと思います。まあ、リアルタイムでご覧の方、あとね、録画で見る方が大体アンケートだと7割弱ということなのでね、録画で見る方の方がちょっと多いのかなと思うんですけども、ね、リアルタイムの特権は、リアルタイムにコメントが送れるということなのでね、ぜひリアルタイムで皆さんぜひ、皆さんとやりとりしながら楽しく進めていければと思います。あ、ようこさん、福山さん、ね、ようこさん、福山さん実際お会いしてますからね。はい。皆さんのね、この以前何かのライブの時に、やっぱりヒロさんにこう、名前を呼ばれる、コメントを拾ってもらえる嬉しいですっていうのがありましたのでね。やっぱり皆さんが喜んでいただけるんなら僕もね、ちょっと頑張っていきたいと思います。エバちゃん、シューワさんと福山さん。ああ、福山さん人気ありますね。福山さん、ヒロ、ご朱印スタ、振り返る大使、初代就任していただきました。はい。今のところ、やっぱりシューワさん、福山さんが多いかな？あ、シューワさん、ジズゼさん、バッジありがとうございます。僕も今日はね、飲みながら食べながら行きたいと思います。ユミさん、バッジありがとうございます。わあ、すごい。応援バッジ15名超えたんだ。ありがとうございます、皆さん。嬉しいな。励みになる。皆さん、どうでしょうかね。第1回目から見てるって方もいればね、途中から見始めましたって方もいらっしゃると思いますので、今のところは福山さんとシューワさんがちょっと多いのかな。あ、アケリンさんもシューワさん、福山さん。あ、ミエさんはシューワさん、福山さん。あ、地方院エリコさん、テルコさん。どの回も楽しくて悩みます。大人な回答だな。ねえ、今日はテルコさんの好きなパンダのお店、型抜き屋さんのね、パンダバームを食べながらお届けしたいと思います。はい。ということでね、あ、ショコリンさん、陽明寺さん。あーねー。そうですよね。コージンさんがね、パンダ、お面取りましたからね。いやー、あれはね、すごい。コージンさんとの打ち合わせの時に、もう、ヒロさんのライブだからってことでね、パンダのお面を外してライブ出ていただいたのがね、すごく印象深かったんですけどね。いやー、本当に、コージンさん、ナナさんのおかげでね、素晴らしいライブになりました。十三神社の虎之助さんの、あー、ほう、遠征さんね、もうね、マキさん、遠征さん地元ですからね。虎之助さん。和太鼓弱かったですよね。あの10分。あれは素晴らしかったなぁ。もうね、お忙しい中、サプライズでね、ご出演いただきました。あ、空見さん。あ、空見さんね、レイさん合ってますからね。中潤先生。ね、中潤マジックということで、先日はね、ココちゃんのバースデーライブにね、来てくれました、お祝いに。ひろみさん、シューワさん、ちえさん。愛知コンビですね。やっぱりシューワさんって多いのかなぁ。あ、つよしさん、エミちゃん。ねえ、エミちゃんもうち遊び来てくれましてね、もうギャップに僕たちはもうね、すごいすごいの連発でしたね。バイオリンもね、弾いていただきました。あー、すごい。朝さん、てるこさんと一緒。みんな良かったから選べないなって。いやー、僕もね、やっぱりこう26回やってきましたけど、やっぱ26回それぞれやっぱり本番の1時間、1時間半、2時間、2時間半、3時間もありますし、そのまでの打ち合わせもね、ありましたのでね、やっぱいろんな思いがね、やっぱ僕も振り返るとありますよね。はい。ということで、まあね、スペシャル対談ライブというのはね、こういうライブということで、ぜひ新規のフォロワーの皆さん、ぜひね、覚えておいていただければと思います。今月末に、第27回スペシャル対談ライブ、奈良のですね、仲良くさせていただいている、寺社さんがご出演いただきます。あ、空見さん第1回知らなかった。あー、そうなんだ。ねえ。まえさんでしたかね、1回目はね。ねえ、はい。
ということでですね、続きましてね、まあ、ね、ライブがですね、なんと、ヒロ5周インスタライブ、12チャンネルありますのでね、まず今1チャンネルでもう25分かかってますんで、今日のこのライブは一体何時間かかるんだってなっちゃいますけどね、まあ皆さんが飽きない程度にね、スムーズに進めていければと思います。まあ僕も今日は飲み物を飲みながら、ゆったりまったり、皆さんのコメントも拾いながらね、行きたいと思います。でですね、質問にあった、まあ、ヒロ5周インスタライブ何っていうのは、まあ、この12チャンネルのお話を全部聞いていただければと思うんですけども、ライブ記念5周インって何ですかっていうのもあるんで、これ確かに僕が客観的に、本当に今日から5周イン巡りデビューってなった時に、ライブ記念5周インって言われてもなんじゃそれってなると思うんで、もう本当にそれまさしく、新しくフォロワーになられた方が、そういうふうに質問していただいてね、本当になるほどと思うんですね。で、ライブ記念5周インは、スペシャル対談ライブの、まあ、自社のスペシャルゲストさんがですね、やっぱりこう、それぞれのお寺神社には、春、夏、秋、冬、春夏、秋冬の中でですね、またその、春の御神を出せばまた来年春が来るし、夏になればまた来年も夏が来る。だけど、ヒロさんのライブって、もうこのライブ一回出たら、もうまた次いつ出るかも、もう、もしかしたら最初で最後かもしれないっていうところで、せっかくならヒロさんのライブに出た出演の記念と、あと、視聴を通して、全国の皆さんとこう、ご縁を結ぶ何かそういうものをなんかこう、一つの形にしたいなっていうところから、このライブ記念御朱印っていうものが始まりました。で、あと、タイミングいいっていう言葉がちょっと適切かわかんないんですけど、まあ、ここね、2、3年はコロナ禍ということで、皆さんご承知の通り、なかなかね、お寺神社に直接参拝ができなくて、遥拝で、郵送で対応するっていう特別対応するお寺神社が多かったっていうタイミングもね、ちょうどこのヒロ5周インスタライブが2年前に始めた時は、そういう渦中にもあったので、まあそういうところの中で、まあ、郵送対応、遥拝、そして全国の皆さんにっていうところもね、そこがちょっとこう、門とも広がったのかなっていうふうには、思っています。なのでね、ライブ記念御朱印はこれまでに、もう約、多分ね、50種類ぐらい多分出てると思うんですよ。でね、これを全部持ってる人って、まあ、途中さっき、地方院出てましたけど、地方院のエリコさんのように、抽選で5名っていう、頒布方法もありましたので、頒布方法というか、そうか、頒布方法で5名の方に当選というようなね、抽選で当てるというような、ちょっとライブ記念ご神、イレギュラーなのもありましたけども、まあ、それが当たった方も入れて、第1回目から見てるってなればね、結構コンプリートしてる、もしくはコンプリートに近い方もね、いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、これまでに約、ヒロ5周インスタライブのライブ記念ご神は、約50種類以上出ていると思います。はい。まあ、それがね、ライブ記念ご主人ということになります。そして、続いてですね、自社に行ってきたシリーズ。これがあります。で、この自社に行ってきたシリーズってこれ何なんだっていうことなんですけど、スペシャル対談ライブって皆さんご覧の通り、2020年の12月ぐらいまでがですね、インスタライブって実は1時間の、配信が1時間限定だったんですよ。ただその、年が変わった2021年から、ライブ配信が4時間まで行けるようになりまして、その2020年の12月までの、まあ、正法院の龍禅さん、あとアポさんの時とかは、1時間の縛りの中で、ライブを全部やらなきゃいけないっていう結構時間との戦いっていう時があったんですね。で、まあその時をこう終わりまして年明けからライブが4時間になりました。で、正直言うとですね、僕、こう仲いいお寺のご住職や神社の神職さんとかに、こう、この人出てもらいたいなとかっていう人ってまあ結構いるんですよ。ただ、やっぱりスペシャル対談ライブってやっぱり1時間、1時間半、2時間ぐらい、やっぱりお話しするってなるじゃないですか。で、やっぱりこう、お話しするのが好きとか、お話しするのが得意な方とか、ね、別にこう、SNS ライブで喋るとかっていうの全然いいよっていう方もいれば、
やっぱりこう、1時間以上も喋るの大丈夫かな、俺ら不安だよっていう方もやっぱり正直いるので、お寺のご住職、神社の神職さん全てがね、もう、ライブ出るよ出るよっていうわけではなくてね、やっぱりこう、おしゃべりがそこまでできるかなっていう不安な方とかもいらっしゃったので、なんかもう、コンパクトにもう30分ぐらいで、なんかこう、お届けできるようなものが何かないかなと思った時に、そしたらこう、インスタライブの配信はスペシャル対談ライブがあるので、じゃあもう僕が実際にお寺神社に行っちゃえばいいんだなと思いまして、そこで直接行ってですね、お寺神社をご紹介いただいて、あとはその御朱印の紹介とか、そのお寺や神社のいろんなこう、お知らせやイベントや PR をぜひしていただく。なんかそういうようなものを30分ぐらいでこう、シンプルになんかお届けできないかなっていうことで始めたのが、この寺社に行ってきたシリーズになります。まあこれは僕がね、このインスタライブの枠を超えて、実際にね、お寺神社に直接行くということで、またこれもまた新しいテイストとしてこの寺社に行ってきたシリーズを始めまして、今こちらは、第9回目を終えたところで、まあ次ね、もし僕がどっかにゲリラで、どっかの寺社に行ったらですね、10回目になります。まあそういうことでですね、この寺社に行ってきたシリーズっていうのは、まあスペシャル対談ライブのショート版みたいな感じと、あと僕が実際にお寺神社に突撃するっていうね、そういう形の新しいこう配信スタイルっていう形で、誕生したのがこの寺社に行ってきたシリーズになります。まあね、この寺社に行ってきたシリーズを配信している最中にですね、フォロワーの方とかがいらっしゃって、ね、そこでいろいろお話をさせていただいたっていうこともあるので、まあもし僕がどっかのお寺神社に行ってゲリラ配信するじゃないですか。ね、それをこうたまたまその時にご覧になってて、あ、ヒロさんもうめちゃくちゃ近くにいるじゃんと思ったらですね、まあぜひね、よかったらお時間あれば駆けつけてくれればね、ぜひそこでお会いできたらいろんなねお話ができればと思いますので、まあこちらの寺社に行ってきたシリーズ、そのような経緯で始めたライブです。はい、ということで今二つ目のライブが紹介終わりまして、ちょっとまたあやたが飲みたいと思います。もうこのソロライブはもう相手がいないじゃないですか。で、皆さんのもうコメントオンリーなので、もう僕が喋るのをやめてしまったらもうね、もうてんてんてんってなっちゃいますから、もうなんていうのかな、こう頭の回転とかね、次何話そうともう常にこう、右脳と左脳がね、もうフル回転しながら、喋りながら、右脳も左脳もフル回転し、ほんとね、もう、頭がね、すごい、脳みそが鍛えられますよね、このソロライブは。なのでね、今最近この前ニュースでもやってましたけど、今、耳活って何かというとですね、本、読書をですね、もう、実際にこう、めくって読むではなくて、今はもうイヤホンで、もうアプリで、読書する。そういうことでね、今耳活っていう聞き流しがね、今は結構流行ってるみたいで。なのでね、今日僕もタイトルに耳活緊急特番って入れたんですけど、まあよかったら今日はもう皆さん、このヒロ御朱印スタライブ100倍楽しく見る方法ライブは、まあ半永久保存なんですけども、まあ皆さんも耳活ぐらいな感覚でね、ご飯を食べながら、まあ、お風呂に入りながらちょっとあれかもしれないんですけど、何かをしながらね、もう耳活聞き流しながらぜひご覧いただければと思います。はい、そしてヒロ御朱印インスタライブ3つ目がですね、ヒーローインタビューになります。で、このヒーローインタビューはですね、2021年の8月、昨年のちょうど1年前にヒーローインタビューっていうライブを配信しまして、こちらはこの前で22回目を迎えまして、次が23回目、今月ですね、ヒーローインタビューの1周年記念ライブを配信させていただきます。で、こちらをですね、愛知如意輪寺のシュウワさんと一緒に、まあね、一緒にお届けするということで、まあ去年ですね、シュウワさんとこういろいろ
仲良くさせていただく中で、まあ、いろんな話をしてですね、まあ、スペシャル対談ライブとかが終わってしまうと、なかなかね、こう、スペシャルゲストの方と何かするっていうセッションってなかなか、ちょっとね、なくなってしまうんですけども、まあ、シュワさんとこう、いろいろお話をする中で、ヒロさん、なんかこう、よかったらこう、一緒に、お寺のこととか、あとはこの仏閣とか御朱印のこととか、なんかそういうものをなんかもっと多くの方に知ってもらうような、なんかそういうものを一緒にやりたいねって話をね、シュガさんと話してまして、それであればじゃあちょっと二人でなんかそういう専門のね、なんかチャンネル作りましょうかっていうことで始めたのが、このヒーローインタビューになります。で、これよく突っ込まれちゃうんで、もうここのライブに残しとくんですけど、よく言われるのがですね、ヒロさん、ヒーローインタビューのスペル間違ってますよってよく言われるんですけど、これね、間違ってるんじゃなくて、ヒーローインタビューのヒーローは、イニシャルが HERO なんですけど、ヒーローインタビューのロゴはですね、HIRO、ヒロってなってます。なのでね、まあ、ヒロインタビュー、まあ、僕にかけて、ヒロインタビュー、ヒーローインタビューということでですね、やってます。なので、これ結構ね、聞かれるんですけどね、スペル間違ってますよって。だけど、これ、ね、スペル間違ってなくて、あえて、そういう風にしてますので、まあ、この、録画を、新規のフォロワーさんとかが聞いてね、ああ、そういうことなんだ、ともしね、思ってもらえればと思いますので、はい、スペルは間違ってませんので、はい、ヒーローインタビューです。で、この、8月の1周年記念ライブ、アニバーサリー御朱印があるかもっていう風にストーリー入れてますけどね。アニバーサリー御朱印あるかもしれませんので、ぜひこの8月のヒーローインタビューリアルタイムでね、ぜひご覧いただければなと思います。本当にシュワさんと楽しく配信してます。まあ、一番初めにですね、ゲリラで30分っていうもの、いう風に設定してたんですけど、気づいたら、30分の枠は、まあ30分の枠は1時間にしましょうってなったんですけど、なんかゲリラって言いつつゲリラでなくなってしまって、なんかね、抽選会ライブとか、こういう1周年記念とか、やっぱり皆さんにちゃんと事前にお伝えしなきゃいけないっていうのが続いてたので、ちょっと最近事前告知になってるんですけども、はい。まあ、基本はね、ゲリラライブっていう設定になってるんですけど、まあその辺は皆さん、温かい目でご覧、見ていただければと思います。沙織さん、こんばんは。あ、エバちゃん、ヒーローインタビュー、ヒロさんとシュワさん、掛け合いがとても楽しいので大好きです。いやー、ありがとうございます。ねえ、だけど皆さんもなんて言うんですかね、こう、ヒーローインタビューを通してね、まあ、お寺、如意輪寺のお寺、あとね、シュワさんのこの仏閣っていうところの部分のところをいろいろこう、シュワさんにいろいろご丁寧にお話をいただいてますけど、それと同じぐらいにね、やっぱりこう、シュウガさんのお人柄が多くの視聴者の皆さんにね、伝わってるっていうことで、シュウガさんの方もヒーローインタビュー始めてから、本当に全国からの御朱印、郵送で送っていただく御朱印がね、すごい数が、多くなったっていうふうには伺ってますので、まあね、そういうところで、シュワさんのね、如意輪寺さんと多くの方がご縁を結ぶっていう、そういうね、なんかこう、お話を伺って僕もね、すごく嬉しく思いますので、まあ、こちらのヒーローインタビューも、基本は月1のペースでやっていってますので、まあ、まずはね、今月1周年記念ライブありますので、ぜひね、ご覧いただければと思います。はい。ね、ヒーローインタビュー。あ、ゴールデンウィークのシュワさん、会ってきました。ねえ、シュワさんにね、直接お会いされた方、ね、あとまだ会ってない方もね、いらっしゃると思うんですけど、もうね、ライブの通りだと思いますね。ソフトで話しやすくて、物腰も柔らかいので、ね、本当にもうライブのまんまだと思います。ぜひね、シュワさんにもお会いしていただければと思いますね。では、ちょっと僕、ここで、ちょっとインターバルを入れて、パンダバームをちょっと食べたいと思います。ちょっとこれ形崩れちゃったな。型抜き屋さんのパンダバーム。いきます。お盆は、あ、エリコさんに会うんすか。
みえさん、エリコさんに会ったら、ヒロさんがよろしく言ってたって言っといてください。うん。すいません。パンダマーム食べてます。僕へえと思うかもしれないんですけど、結構、食生活ストイックででして、僕はあんまりこの9時過ぎに甘いものって食べないんですよ。なので今日は、このライブのために、まったりのんびり行こうということで、ちょっとこのね、スイーツをちょっとご紹介しながら、それを食べながらと思って、今ね、このパンダバーム食べてるんですけど、これね、9時40分に、このね、バームクーヘンというか、これを食べるって、僕なかなかないので、これ見てくださいよ、これ。これ可愛くないですか、これ。ほら。これですよ。もうね、僕の小指の第一関節ぐらいですね。これであれですよね。このライブ見てパンダバームオンラインで売れたらすごいよな。ほら。これですよ。可愛くないですか、これ。すいません、じゃあこれ。いただきます。うん。美味しい。今ね、皆さんがコメントの中で、僕、すいません、僕の勉強不足で申し訳なかったんですけど、僕今日銀座の本店、こちらね、購入させていただいたんですけど、あ、てるこさん、イラストのお味、お味はね、あ、これです。箱に。双子パンダバームプレーン味。これね、一番人気っぽいっすよ。双子パンダバーム。さっき双子のね、パンダちゃんいましたけど、プレーンです。で、僕が、嫁にお土産で買ってきたやつは、カッパバージョン。正式タイトル、雨降りパンダバーム。これね、桃味なんですよ。桃です。これね、期間限定です。よかったらこれ、期間限定なんで。これなんかね、黄色だからなんかパイナップルとか、なんかマンゴーとか思ったらね、桃味みたいなんで。よかったらこれ期間限定みたいなんで、はい、今日僕はプレーンで嫁にお土産で桃味買ってきました。はい、なので今日はね、パンダバームを食べながらね、さっき朝さんが9時以降は私も食べませんって言ってたんですけどね、僕もね結構ね時間で結構やってますね。はい、ということでインターバルということなので続いていきます。新規のフォロワーの皆さんに、ヒロ御朱印さライブ、こんなライブだっていうものをですね、今日は半永久保存版ということを意識してお届けしてますとか言いながらね、食レポとかなんかやっていろいろやってますけど、はい、続きましてですね、むすみ会情報局、こちらはですね、僕ももう家族ぐるみで仲良くさせていただいてます、境香取神社さんっていうのが茨城県の境町にありまして、こちらには、ネギの佐々木さん、そして、みこ町の明恵さん、あとね、みなちゃん、りみちゃん、ゆうくんとね、お二人の娘さん、息子さんいらっしゃるんですけど、この佐々木さんファミリー5人とですね、仲良くさせていただいてました。で、第8回のスペシャル対談ライブに、あ、のりさんこんばんは。ね、ご出演いただいた後にですね、まあ、お互いの家に行ったり来たりしながら、ですね、昨年の12月に、佐々木さんファミリー、うちに遊びに来てくれまして、御朱印ミュージアム遊び来てくれて、まあ、その時ライブやったんですけど、その後にですね、ちょっとみんなでご飯食べ行ったんですよ。で、ご飯食べ行った時に、なんかこう、境香取神社とヒロさんでなんかやりたいねってなった時に出たのが、むすみ会情報局の前に、このむすみ会、ヒロさん、なんかこう、シューワさんのところのきらめき戦隊のきらめき本部長とか、あと陽明寺さんの、御朱印執行部責任役員とか、ね、僕の地元横浜のデーギューマンさんの地球防衛軍、
の、統合幕僚長。まあ、いろんななんかこう、ちょっと面白いそういうね、役職をいただいたりはしてるんですけども、なんかそういうのもいいよね、なんて話になって、じゃあ佐々木さんぜひ考えてくださいよってなった時に、結ぶ心に会、結び会って、ヒロさんどうって言われて、いやー、すごいな、この、なんかセンスある、この、なんか和テイストな、もう佐々木さんが考える、なんかすごいいい会だなと思いまして。で、その結び会の、役職をいただいて、賞状とかも作っていただいて、で、そういう流れからですね、そしたらその結び会の、まあ、情報局っていうところで、なんか境香取神社さんの、新作御朱印を、ね、皆さんに、ヒロご御朱印ドットコムのフォロワーの皆さんに、いち早くお届けするっていうところもなんかいいんじゃないですか。あとはなんかそれを、ご家族皆さんがこう、ローテーションしながらお届けすることで、ね、やっぱりこう、境香取神社さんはやっぱり家族愛がね、すごい溢れた素敵な神社さんですので、なんかそういうご家族が、皆さんでこう協力しながら発信していくっていうのもいいんじゃないかなっていう話をしたところ、あ、それちょっと面白いねっていうことで始めまして、今年の2月から始めました。で、このライブ視聴されてる皆さん、そして録画でご覧の皆さん、境香取神社さんに直接参拝されてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、境香取神社さん大変人気のある神社さんで、非常に週末になると非常に混み合う神社さんです。で、この結び会情報局、実はですね、先月の配信がちょっとなかったんですね。で、佐々木さんの方からちょっとかなり、コロナで去年、一昨年と中止になってたお祭りが、7月にもう3本ぐらい、今年は開催ということで、そのお祭りの担当もしなければいけないとかっていうこともあって、結構もう本当にお忙しくてですね。で、ヒロさんちょっとこの7月はちょっと延期してもらえればってお話でしたので、まあ元々始めた時に毎月必ず1回やるっていうものではなく、あくまでも佐々木さんファミリーのご都合ね、それを優先でやりましょうということなので、まあ佐々木さんたちがですね、負担のない範囲で、結び会情報局は進めていければなと思ってますので、まあその辺についてはぜひ、このライブ視聴されている皆さんも、あ、結び会情報局は毎月必ず1回あるものではなくて、佐々木さんたちのいろいろなお寺の社務のご都合等を見ながら、配信してるんだなっていうふうに思っていただければと思いますし、ぜひね、そのように皆さん、こうお話、周りの方にもしていただければと思います。まあ、とにかく、佐々木さんファミリーにご負担のかからない範囲で、ね、行きたいなと思います。はい。なのでね、この結び会は、佐々木さんが多分お考えになられて、ご家族の承認を得て、結び会に、っていう名前で落ち着いたと思います。で、結び会情報局は、一応ね、僕が考えました。はい。ということで、こちらね、今6回までやってます。あ、星野さん、バッチありがとうございます。いやー、ありがとうございます。ということで、今、スペシャル対談ライブ、自社に行ってきたシリーズ、ヒーローインタビュー、結び会情報局とお届けしてきました。で、どうしようかな。ちょっと、飲み物飲もう。いいんですかね、こんなゆったりまったりなライブで。いやー、やっぱりこう、ゲストがいないと、やっぱりこう、ね、お待たせしちゃうとかね、そういうフォローするっていうことなく、もう本当にもう、オンリーワン自分一人なんで、もう自分のペースでやれるんで、今ね、すいません。本当にガチでパンダマム食べてます。もう今日は9時過ぎちゃったけど、解禁だな。これね、美味しいんでよかったら、明日銀座に行く人とかはぜひ、銀座行ってぜひ買ってください。銀座の、僕実はですね、銀座ちょっと詳しくて、僕の母がですね、結構、銀座が好きっていうか、正確に言うと、
僕の母親は銀座で働いてたっていう方が正確だと思う、正解だと思う、正解だと思うんですけど、なのでちっちゃい頃から結構銀座はよく母に連れてってもらったりしたので、結構ね、銀座はちょっと土地感があるんですよ。で、まあ銀座とかね、有楽町とか行かれてる方とか知って、ね、海外ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、型抜き屋さんは、銀座一丁目の並木通り沿いにありまして、近くに、あれがありますね。茨城のアンテナショップがあります。あるじゃないですか、いろんな郷土の、何々、北海道プラザとかなんとか、なんとかみたいな、いろんな都道府県の、茨城のね、アンテナショップと、あと、行かれてる方いると思うんですけどね、セントルザベーカリーって、パン屋さんあるんですけど、美味しいパン屋さんが、そのね、パン屋さんの銀座店が、ほんと近いんで、この型抜き屋さん行ったついでに、茨城のアンテナショップで納豆とかを買ったり、あとこのセントルザベーカリーで美味しいパン買って、ちょっとね、銀座を楽しんでいただければと思います。多分ね、有楽町の駅からも全然歩けますし、銀座だとどこなんだろう。まあもう本当ですもんね。もうどこからでも行けるんでね。うん。あ、そう、アーサーさんね、ぜひ、こっち来た時ね、ぜひ銀座寄ってください、これ。銀座、いいとこですよ、もう。いいとこですよね。本当に。僕は銀座大好きで。ちなみに年末ジャンボ宝くじは銀座で買います。ね、結構ね、もうこっちの関東とかに住んでる方だとね、もう明日にでも銀座行けちゃいますからね。よかったら本当に、なんかヒロさん食べてたこれ、型抜き屋のパンダマーも美味しそうだなと思ったら、これぜひ、明日行ってください、これ銀座に。ちなみに、僕は今日、このライブのために、この紙袋買いました。これ。いやね、改めてちょっと僕見たんですけどね、パンダって可愛いっすよね。パンダって可愛いなと思ったのと、あとすいません、画伯の僕が言うのもなんなんですけど、俺パンダだったら俺描けんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですけどね。これ、ヒロ御朱印 .com の新キャラクターパンダにしようかな、今度。これ見てくださいよ、これやばくないですか、これ。これ。ねえ、あ、ようこさんぜひ、明日行ってください、銀座。ねえ。てるこさん、銀座楽しい。ねえ、これ可愛くないですか？これ紙袋。すごい細かいこと言っていいですか？この紙袋、ちなみにね、11円です。これね、見てくださいよ、これ。これ見てください、これわかるかな？これ、こんな大きいんですよ。これ。この中に、これ二つ。そう、もう本当自分のカバンに入っちゃったんで、入るんですけど、もうこの袋がどうしても欲しくて、袋買っちゃいました。ねえ、これ、次のヒロ御朱印 .com の新キャラはパンダにしようかな。これパンダいいよな。これいいくないですか、これ。ねえ。そうなんだよ。これ紙11円なんで、よかったら、ねえ、てるこさんとかパンダ好きだから、よかったら、これ、紙袋買ってください、ぜひ。ね。あ、ね、ビニールもあります。そうです。ビニールの方が、ね、安かったです。だけどね、僕どうしても紙袋欲しくて、紙袋買っちゃいました、これ。はい。ということで、はい、続いて、皆さんからね、ゆったりまったり OK ということでしたので、ゆったりまったり行きたいと思います。まあ、録画でね、ご覧の方は、ちょっとね、早送りするところ早送りしていただければと思いますので、はい。そして、5番目です。5番目は、ここチャンネルです。ここチャンネルはですね、ここちゃんとチャンネル、これを引っ掛けまして、ここちゃんとチャンネルで、ここチャンネルということです。で、もうね、もう今ご覧の方にはもう説明不要かもしれませんけど、これは新しくフォロワーになられた方が見て、なるほどわかりましたっていうふうにね、ご理解いただけるようなライブをね、ちょっと作りたいなと思ってるので、ちょっと丁寧に説明しますと、僕は昨年の、10月に、ティーカッププードルのココちゃんをですね、お迎えしまして、
まあ今はうちにお迎えした時には 800g しかなくてですね、あ、かおりさんバッジありがとうございます。800g しかなくてね、もう、ポッケ入っ、ジャケットのポッケ入っちゃうんじゃないかぐらいなね、そんぐらいちっちゃかったんですよ。800ですよ。それが今、2.5 ぐらいですかね。もう約3倍強になりまして、今はね、もうティーカッププードルとはちょっともう言えなく、タイニープードル。だいたいこの、トイプードルとかこのタイニープードル、ティーカッププードルっていう、この言い方の呼称なんですけど、基本はトイプードルなんですよ、犬種は。なんですけど、3キロを超えるとトイプードル。で、3キロ行かないとタイニープードルっていうような感じみたいなんで、まあ、今一応僕タイニープードルと、皆さんに言ってるんですけど、女の子の、タイニープードルのココちゃんをですね、昨年お迎え、10月にお迎えして、まあ、なんだかんだもう10ヶ月経ちまして、で、今年の7月1日が、ココちゃんの誕生日ということで、先日1歳になって、ちょうどね、1歳と1ヶ月になりました。でですね、ココちゃん、本当にこの1年、まあ、1年経ってないんですね。うちに来て 10月だったから、うちに来て10ヶ月なんですけどね、本当に、もうこの御朱印会では大活躍してくれまして、お寺、自分の、第3段の、御朱印帳、こちら、境香取神社さんへの、本殿、回廊、修繕のチャリティーということで、見開きと大判の、御朱印帳を出させていただいたんですけども、こちらで、ココちゃんがデザインした大判、そして、ココと、これまでのオリジナルキャラクターのご縁地蔵と、あんことふくふく、今ね、ポップにあります。これがね、あんこです。で、これがご縁地蔵。で、これがふくふく。で、これがココちゃんです。このね、キャラクターをモチーフにした、第3弾のレモンイエローの御朱印帳も、チャリティーで販売させていただきまして、で、そこに境香取神社さんの方で、ココちゃんの御朱印を頒布していただいたり、で、それ以降もですね、この前の大仙寺さんもそうですし、先日の、宝厳寺福山さんの方には、振り返る大使就任記念の時にですね、ココちゃんを書いていただいたりと、いろんなところで、ココちゃんが御朱印になって、今大活躍してます。で、これからですね、まだちょっと皆さんにはまだこの段階で言えないんですけど、今、ストーリーでも上げてるんですけど、今、全国で、5つほど、お寺神社から、ココちゃん、あと、並びにヒロ御朱印 .com のキャラクターと、ぜひ、っていうお話をいただいてまして、僕もですね、この僕のヒロ御朱印 .com のこのキャラクターをですね、使っていただいて、それでね、そのお寺や神社さんがなんか盛り上がっていただければ、僕も嬉しいので、基本ですね、なんかまあ、こういうこと皆さん言うのもあれかもしれないんですけど、よく、ヒロさんこれロイヤリティ、まあ、ロイヤリティってご存知だと思うんですけど、御朱印が1個売れたらヒロさんに、このキャラクター仕様のロイヤリティっていくらバックなんですかってよく聞かれるんですよ、一番初めに。だけど、これ皆さんにここで僕ちゃんと言っときたいんですけど、僕、御朱印とかでなんかこう、お金儲けようとかって発想が全くなくてですね、すべてのお寺、神社に、もうロイヤリティフリーで、使っていただいてます。なので、御朱印が1枚、1体か。御朱印が1体売れたから、ヒロさんにいくらバック、マージンとかも全くなく、もう、御朱印にデザインで使っていただいて、まあ、その御朱印がね、まあ、微力ですけど、まあ、ね、ある程度の数売れて、それがね、使用されたら、それはぜひね、お寺や神社の何かのお役立てにしていただければっていうふうに、すべてのスペシャルゲストさんにお話はしてます。はい。なので、一応このタイミングなので皆さんちゃんと言っとこうかなと思って。はい。なので、ロイヤリティフリーで、お寺や神社さんの方で、ご使用していただいてますので、今もね、もう本当にもう、僕が仲いい人とかだけではなくね、インスタグラムを通して、ヒロさん、
で知ってるっていうレベルでも、ちょっとヒロさんのキャラクターなんかちょっと使ってみたいなっていうお寺神社があれば、もう僕はそこはもう全然門戸を広げ、開放してですね、ぜひ何かお力になれることであればっていうふうに考えてますので、はい、ということで、これからも、この、ココちゃんはじめ、ご縁地蔵、あんこふくふく大活躍していくかと思いますので、ぜひね、こちらも応援していただければと思います。ということでね、ココチャンネルは今ね、12回やりまして、先日はココちゃんのファッションショーライブ、ココちゃんの誕生日に全国からお洋服をプレゼントで送っていただきまして、それのお洋服の着せ替えライブを、ドッグカフェご協力のもとやらせていただいたり、あとその前は、7月1日の翌日の2日に、ココちゃんのハッピーバースデーライブをやりまして、全国のスペシャルゲスト、もう総勢15名の方にお祝いに駆けつけていただきまして、あと当日ね、サプライズで万蔵院のエミちゃんが愛知からね、遊びに来てくれまして、エミちゃんがサプライズで、ね、バイオリンを弾いていただいたりということで、そんな形でね、ココちゃん、お寺神社の方にも愛されてます。そして、プレゼントもですね、僕のちょっと誕生日が1週間の間に、僕とココちゃんの誕生日がちょっと1週間の間にあるってこともあったんですけど、全国から最終で146点のプレゼントを送っていただきまして、まあね、本当にココちゃんが全国の皆さんに愛されてるんだなっていうのをすごい感じました。このココチャンネル、まあ、これからもね、またいろんな形で皆さんにお届けできたらなと思います。で、ちなみに、皆さん、ちょっといいものを見せちゃおうかな。実はですね、ココちゃん、近いうち、ちょっとね、競泳、競泳というかね、水泳ですね。こう、水の泳ぐトレーニングをですね、これからちょっと始めようと思いまして、ココちゃん用のライフジャケット、買ったんですね。もうね、ライフジャケットのサイズも XS なんですよ。もうめちゃめちゃちっちゃいですよね。S よりもちっちゃい。ね、そのライフ、ちっちゃい体に XS のライフジャケットをまとい、この夏休みにですね、ココちゃんをちょっとそういう、競泳、こう、泳ぐ。そういうね、ちょっとところでこう泳ぎを遊びながらね、水に慣れて、ね、そういうところでこう泳ぐトレーニングもね、こうしていければなと思ってます。楽しみながら。で、ライフジャケットないと溺れちゃうんでね、さすがになかなかね、水にこう触れる機会ってなかなかないんで、そこにね、いきなりボーンと飛び込んじゃうとちょっとかわいそうなので、ライフジャケットでね、水にこう触れながら、で、今特に夏暑いので、ね、水でこう、水遊びしてもらいながら、なんかね、そういう泳ぐトレーニングもして、まあ、皆さんにポストでは言ってますけど、ね、目指せ、日本一小さい警察犬ということで、ね、これからもココちゃん、いろんなトレーニング頑張っていきますので、そういうね、トレーニングの風景もお届けできたらなと思ってますし、あと先日ポストだけなんですけど、実はこの夏休み中にですね、実はワンちゃん専門の、カメラマンの方にですね、実はお写真を撮っていただくことが決まりまして、まあ、ココちゃんいよいよモデルデビューということで、もうね、もう僕ら、まあ、僕らって言ったら怒られちゃう。僕は素人なんでね、もう、スマートフォンでね、もう限界があるんです、正直。だけどね、プロのカメラマン、かつね、ワンちゃん専門のカメラマンなので、もう、ワンちゃんと遊びながら、そのワンちゃんの自然な絵をね、撮るということなので、きっと僕らが見たことのない、もうすごい写真がね、見れるんじゃないかってね、もうね、ここ以上に僕がすごいもう楽しみでしょうがないんですけど、そちらの撮影会で撮った写真をですね、まあ、日頃からね、ここのことを応援してくれるたくさんの方いらっしゃるので、希望される方には、お写真をプレゼントしようかなと思ってます。一枚なんですけど。で、今の、それをですね、まあ、多分、ポストの上の方に上がってると思うんですけど、ココちゃんの、写真を希望される方がいれば、希望しますって入れてくださいねっていうような、なんかそういう内容のポストがありますので、まあ、このライブをご覧の後にですね、ああ、それならぜひ欲しいっていう方がいれば、ちょっとフォロワーさん限定にはなってしまうんですけども、
ポストの内容を見ていただいてコメントをいただければなと思います。はい、夏休み中にちょっとね、行っていきたいと思いますので、ぜひ、ちょっとね、ワンちゃん、専門のプロのカメラマンが撮る、ココちゃん、ぜひね、お楽しみいただければと思います。いよいよね、ココちゃんもモデルデビューということで、ね、これからのココちゃんの活躍ね、ぜひ皆さん、ココチャンネルを通して、ぜひね、応援していただければと思います。でですね、皆さん、ここでちょっと僕が皆さんに、ちょっとね、皆さん大変申し訳ないんですけど、もう耳かつ状態じゃないですか、正直。もう画面がこのポップでもう変わり映えしないので、耳かつ状態でね、もうほとんど皆さんがもう、ラジオみたいな感覚だと思うんですけど、ちょっと皆さんのこの画面の方のこの視界からですね、ちょっと皆さんにちょっと刺激を与えたいなと思いますので、なんと皆さん、すごいグッドタイミングでですね、今日とあるものが届いたので、ぜひご覧いただきたいと思います。いきますよ、皆さん。なんと、じゃあ何か言おうかな。じゃあ、皆さん、ココちゃんの何かが届いたんですけど、何だと思いますか？ぜひ、今視聴されてる皆さん、ぜひよかったら、なんか、ココちゃんの何かが届きました。何だと思いますか？じゃあ皆さんのコメントが来るまで僕はこのパンダバームを食べたいと思います。よかったらもう間違っててもいいのでぜひコメント送ってください。浮き輪。ライフジャケットはね、届きました。今ね、すいません、今食べながらなんでちょっともごもごしますけど、ライフジャケットは今ね、上にあります。水着。ライフジャケットはね、今上にあるんですよ。なんでね、今僕見せるのはね、ライフジャケットじゃないんですよ。水着、麦わら帽子。ありがとうございます。水着違うんですね。これ当たるまでやっちゃおうかな。すいません、僕今、パンダバーム食べてもごもごしてたらごめんなさい。なんだと思いますか？これちょっと難しいかな。ナイス。ありがとうございます。ちなみにですね、じゃあまず正解は、ありがとう、バチコさんとか皆さんありがとうございます。ビーチサンダル、等身大パネル。じゃあまず皆さん、コメントバンバン送っててください。まず、ココちゃんのライフジャケットを見せます。こんな感じです、ライフジャケット。ほら。これね、見てください、これ。肉球と骨なんですよ。これが、ココちゃんのね、ライフジャケット。これをね、これ、ここにね、ここに首入れるんですよ、ここに。ここに首がこう来るんです。で、ここ、お腹のところでカッチン、カッチンってやって、こうやるんですよ。でね、これ面白い。こう、ココちゃんこう、水やるじゃないですか。そうすると、僕は、ここで、ここで持ってね、こう、ココちゃんがこう、ビューってなったら、なんかこう気持ちよく泳げるようにここでね調整するんですよ。こう持ってココちゃんこうやる感じなんですね。すごくないですかこれ。ライフジャケット僕持ってないですもん。そうなんですよ。今度ねプールでねちょっと水のねちょっと泳ぐトレーニングを。そうなんですよ。これかわいいですよね。これ肉球とね骨。これでこうね、こういう風にやって、こんな感じでココちゃん持つ感じなんですよ。そうそう、ここにね、ココちゃんがこういるんですね。ココちゃんが。こうやってやって泳ぐ。はい、ということで、これがね、ライフジャケットになります。はい。で、はい。ヒント。ヒントね。ヒントなんだろうな。ヒント。T シャツ、トートバッグ、どうでしょう？ T シャツ、トートバッグかな？これでわかりますかね？ちょっと難しいかな？ね、あんまり引っ張っちゃうと皆さんもね、もうわかんねえよってなっちゃうから、
じゃあもう僕、ここで出なかったら僕もう教えます。なんだと思います?これね、皆さん、ちょっとなんかこれコメントに言いや、え?ルイスさんなんすか?ズーンズって。ズーンズってなんすか?ズーンズって。ココちゃんグッズ。ココちゃんグッズ。グッズココちゃん。あ、うんとね、あー違う、ちょっとあれかな。おかしくしちゃったかな。あれですね。あーじゃあね、これプリントさ、あ、うん、そうですね。ミエさんがそれ近いかな。そうですね。ですね、もうじゃあ言います。これ、皆さんが混乱しちゃうんで。なんと、ココちゃんのワッペンが、できまして。ルイスさん間違えた。ズーンズって。なんとですね、皆さん。これね、めちゃめちゃ、癒されますよ、これ。いきますよ、皆さん。ココちゃんの、ワッペンができました。これね、ココちゃんワッペンなんですよ。なので、さっき僕、T シャツ、トートバッグって言ったのは、T シャツに、アイロンでくっつけたりとか、トートバッグにアイロンとか、まあ、あと多分刺繍で縫い付ける感じになっちゃうんですけど、これ御朱印帳のデザインにもなりましたけど、ココちゃんお腹いっぱいの、そう、お腹がね、もういっぱいで膨らんでますけど、これのワッペンができたんですよ。でね、なんと皆さん、まだあって、じゃん。伸びこれがね、できたんです。刺繍ワッペンがね、できたんですよ。そうなんですよ、これ。これね、なんでかって言うと、これ戦士主任さんがですね、プレゼントで、これヒロさんよかったらって言って、実はね、僕の嫁がですね、これワッペンできたらいいなーなんて話をちょっとしてたんですよ。で、戦士主任さんの方に、まあ、ちょっとなんかの話の流れの中で、なんか僕の嫁がなんかワッペンだったらいいなーなんて話をしてたんですよ、なんて言ったら、戦士主任さんが気使っていただいて、なんとね、このワッペン、プレゼントでくれたんですよ。プレゼントでね、いただいちゃったんですよ。なんでね、これ販売とかしてないんですけど、これめちゃめちゃ、これね、すごい手のちっちゃいんですよ、これ。こう見てもらうとわかるかな。ほら!わかりますよ、これ。僕の手でこの感じなんでね、ほんとちっちゃいんですよ。だね、多分T シャツの胸のところに、ワンポイントとか、あとカバンのトートバッグのところにとかだといいと思うんですよね。ちょっと今日せっかくなんでこうやっていきましょうか。ここに。はい。ココちゃん。ここっちもココちゃん。よいしょ。ということで、販売しないんですか?いやー、販売はね、多分ないっすね。わかんないですけど、まあ、戦士主任さんに聞いてみますか。ね、販売して、本当ですか?いやー、嬉しいな。これ、僕も嬉しいけど、多分、戦士主任さんももしご覧になってたら嬉しいんじゃないかな。いやー、これはね、戦士主任さんが、ね、販売とかしてくれればね、あれですけど。いやー、そんなに皆さんがね、欲しい欲しいって言っていただけると思わなかったんで、ちょっと嬉しいですね。はい。でね、さっき言ったその T シャツかトートバッグって話になったのが、僕の嫁これ、どうするって言ったんで、T シャツかトートバッグに縫おうかなーなんて言ってたんで、てるこさん、ショコリンさん、販売欲しいですか?いやー、なんかそういう風に言っていただけるだけでも嬉しいなー。みえさん、ネゴシエーター。そうですね。僕もね、皆さんここだけちょっと正直言っておきますけどね、僕もね、闇雲にネゴシエラネゴシアって言ってるわけではなくて、ちょっと皆さんの夢を、ちょっと半分消しちゃうかもしれませんけど、ちゃんと僕も、事前に打ち合わせの中で、これってちゃんとこう、踏み込んじゃったりして、ご負担とか大丈夫ですかっていうのは確認はちゃんと取ってます。やっぱそれしないとね、僕も無理やたらにね、ネゴシエーター、ネゴシエーターとなっちゃうとね、相手の人もね、もう勘弁してくれよ、ヒロさんってなっちゃうんで、やっぱそこはこういうところに踏み込んだとして、ご負担とか、
大丈夫ですかっていうところの確認をちゃんと取ってですね、その辺についてはちゃんと、まあ、番組のその演出もあるので、ネゴシエーションってやってますので、まあ、その辺はね、皆さんも、こう、そういう、ちゃんとヒロさんもそういうことやってるんだなと思いながらね、ご覧いただければと思います。かおりさん、けりんさん、欲しい。本当ですか？いや、これはあれですね。そこまで言ってもらえると嬉しいな。じゃあ、ちょっとまた、なんか後でコメント欄使うとか考えようかな。ね、それをこう、ね、なんかみんなからこんなにコメント来てるから、選手順位さんぜひちょっと、みたいなね。いやー、まあこれすごいですよね。刺繍もすごいんですけどね。このワッペンのこの作る技術もね、素晴らしいなと思います。はい、ということで、ここチャンネル、すごい1時間15分で、まだ5本しか紹介してないという、このね、まったりペースですけど、皆さんがね、ゆったりまったりでいいということだったので、いや、強さも欲しいって言ってくれるんだ。嬉しいな。いや、こんなに欲しい欲しいって言ってもらえるとは思わなかったんで、ちょっと嬉しいっすね。はい、ということで続いていきたいと思います。続いてはですね、6番目のチャンネル。これがですね、ご縁フェスです。で、このご縁フェスっていうのは、これ、なんでこれご縁フェスをしようと思ったかというとですね、お寺と神社の皆さんと視聴者の皆さんとの、そのスペシャル対談ライブや自社に行ってきたシリーズでのご縁という結びつきっていうのも、このスペシャル対談や自社に行ってきたでこうやってましたけど、そのお寺神社の方とお寺神社の方のその自社と自社をつなぐプロジェクトっていうものも何かあったらいいんじゃないかなっていう思ったきっかけがありまして、もうそれならもう、もちろん視聴者の方も皆さんとのご縁もあるんですけど、もうお寺や神社の方々同士のご縁をもう僕が、もうプロデュースしちゃおうと思いまして、そのお寺、自社と自社をつなぐプロジェクトということのライブで、このご縁フェスが始まりました。で、今はおかげさまで第1回、第2回、第3回、で、今はこの前第4回が終わりまして、先日の第4回は、顕明寺の京人さん、坂本八幡神社の加藤ちゃん、万蔵院のえみちゃんということで、この3人のご縁を、プロデュースさせていただいて、今はそのライブ記念御神、さっきご説明しましたけど、演舞というね、ライブ記念御神が今、頒布中です。で、このご縁フェスはやっぱりもうね、皆さんに人気のある方が、こう、ご縁をこう、結ぶっていう、ご縁フェスに出られてる方が結構多かったので、もうね、ライブ記念御神の反響もすごくて、もう、300体とか400体とか、もう、ものすごい数で、で、今回、演舞で、多分ね、1回目の演、2回目の勝ち結び、3回目の三宝流、4回目の演舞、この演舞で、1000体を超えました。なので、この4ライブで、まあ、1000人以上っていうよりか、1000体か。1人でね、4体の方もいると思うので、1000体以上のご縁を結んだという、もう、4回しかやってないライブなんですけど、めちゃくちゃこの1回のね、このインパクトが相当ディープな、ほんとね、皆さんにすごく浸透しつつあるライブです。で、この、まあ、皆さんはご縁フェスのライブで1回目、2回目、3回目、4回目でご覧になったと思うんですけど、僕って、その、アフターもいろんな動きが見れるんですけど、このね、ご縁フェスの後の皆さんのアフターってすごくて、ちゃんとそのご縁がですね、その限りで終わりとかではなくて、ほんと LINE グループ、LINE もね、すべてのグループ作ってるんですよ。でね、LINE グループの中でも、もう特にやっぱり第3回の周和さん、福山さん、京人さんはもうね、ご縁3兄弟って言われてますけど、ほんと3人仲が良くて、ほんと LINE グループでも、ほんといろんなやり取りをされてたり、あとは、なんだろう、なんだっけ、この前の京人さん、加藤ちゃんとエミちゃんとかはね、3人とも世代が近いので、
もうね、すごい、意気投合したりして、本当なんかそういう風にライブが終わった後も、ね、LINE グループの中でいろんなトークをしたり、あとはもう、ね、いろんなイベントをされたりとかってことで、このご縁フェスっていうのが、ね、その自社と自社をつなぐプロジェクト、そしてそれが皆さんとのご縁にもつながるっていうところで、いや、これはね、我ながらいいライブだなと思うので、まあ次はね、まあ第5回ご縁フェスになると思いますので、まあ僕も仕事をしながら、ライブをやったり、打ち合わせをやったりしてて、結構今もうほとんど家に帰ってきて打ち合わせ、家に帰ってきて打ち合わせ、家に帰ってきて打ち合わせ、家に帰ってきてライブ、家に帰ってきて打ち合わせみたいな感じなんですよ。ほぼ最近毎日。だからまあ、ご縁フェスはまたね、どっかで落ち着いたタイミングでまた皆さんとね、楽しんでいただけるようなね、ライブをお届けできたらなと思います。まあ、ストーリーであげましたけど、狂人さんのところはですね、その前にライブ記念ご神の、HSFK、ヒロの H、シューアさんの S、福山さんの F、狂人さんの K、この4人の、イニシャルの頭文字を取った御朱印、まあ、僕の誕生日の時にですね、周和さん、福山さん、狂人さんから誕生日御朱印と、あとちょっと御朱印をいただいたんですね。で、それをヒロさんぜひ皆さんにも公開してお知らせしていただいて、OK ということで皆さんに公開したところ、ね、皆さんから非常に好評いただいたので、今皆さんにも頒布ということになってます。で、その頒布も、HSFK という4人のイニシャルを、頭文字を取った、その御朱印を今頒布してるんですけど、狂人さんのところには、なんと演舞を除き、なんと HSFK と、そうです、HSFK か。HSFK と、あと狂人さんのところの、その月の毎月の御朱印等で、今、段ボール箱が8箱かな超えちゃってて、そこに演舞が来たらもう多分10箱以上ということで、狂人さんに御朱印を送られてる方って多いと思うんですけど、僕も狂人さんの印象はですね、非常に仕事が早いっていう印象を僕すごい持ってて、すごい早いんですよ、狂人さんで。だけど狂人さんが3週間お待ちくださいっていうポスト上げてた時に、いや、本当にすっごい御朱印数来てるんだなって僕も思っちゃって、もうすぐお電話させていただいて、無理しないでくださいねってお話をして、頑張りますっていうふうにおっしゃってましたので、まあ、ぜひ、三宝流、そして HSFK、あと演舞とね、ぜひ、ご縁を結んでいただければと思います。こちらの排除方法につきましては、皆さん、ゲストの皆さんからの意向で、ヒロさんのフォロワーさん限定でいきたいということでしたので、また僕のポスト等をご覧いただいて、お申し込みをいただければと思います。ということで、ご縁フェスが終わりました。はい。で、次は何だっけ、7番目。7番目がですね、スペシャル対談ライブを振り返るライブということで、いやー、やっとここまで来た。これ皆さん、7番目。スペシャル対談ライブ振り返るライブはですね、はじめは3回やったごとに振り返る、3回やって振り返るって流れで言ってたんですけど、もう途中からですね、ライブが増え、かなりチャンネルが増えちゃったのと、もう僕の中でも結構回しきれなくなってしまいまして、ちょっと、そこがご無沙汰になっちゃってたんですよ。で、先日、第4回ご縁フェスの、狂人さん、加藤ちゃん、エミちゃんに、本当申し訳ないんですけど、ということで、第16回の陽明寺さんから、26回の大仙寺さんまで一気に3人で振り返ってもらったっていうのがあったんですけど、改めて僕の中でこの振り返るライブっていうのは、僕がこう、当事者がこう振り返ること、あと、皆さんがライブで見えない裏側の部分を話すっていうのは僕いいんですけど、やっぱり他のスペシャルゲストの他の方々が、違うスペシャルゲスト、まあ、同じ仲間のスペシャルゲストのライブを見て、そこでね、いろんな感想をいただきながら皆さんと楽しくやれたらいいのかなと思ったので、
ちょうど、この2年で、この2022年の4月で丸2年になりましたので、このタイミングで、またね、皆さんにこう楽しんでいただけるような企画を打てればなと思いまして、ヒロ御朱印スタ振り返る大使っていう役人、役職、まあコメンテーターを、任命しまして、皆さん、その大使と一緒にですね、振り返るライブをソロライブを振り返るライブをやっていこうということで、このスペシャル対談ライブ、振り返るライブ、これをですね、これからしっかりと、まあ3回、4回ごとに振り返るって形でやりたいと思います。で、先日、振り返る大使、ヒロ御朱印スタ振り返る大使の初代にですね、愛媛県宝厳寺の福山さんにご就任をいただきました。心よく、ご快諾をいただきまして、快諾OK いただきましたので、続く第2弾で2人目がの振り返る大使を来週の金曜日ちょうど1週間後にですね、皆さんに発表したいと思います。で、今回はですね、ポストにも直近のポスト入れてるんですけど、やっぱりこう僕たち男性の、この、なんていうのかな、こう感性とか、男性の目線ではなく、やっぱりこの女性の感性や女性の目線、やっぱね、これはやっぱり男性にはないね、すごい、うわー、そういうこと、すごいなーっていうことっていっぱい多々あるんですよ。僕も職場とかでやっぱりこう女性の先輩や女性の同僚や女性の後輩社員いますけど、やっぱりこう会議とかやってて、女性ならではのこの発想、アイディア、感性、これね、すごいなと思うことっていっぱいあるんですね。なのでやっぱ僕はやっぱり女性に対してのリスペクトっていうのはこれ常に持っているので、やっぱりこう振り返る大使が男じゃ、なんか男性目線になっちゃうので、やっぱりここに女性を入れることでね、やっぱり女性目線での、こう振り返るっていう、そういうなんかものもいいのかな。あとやはり、女性がこうライブに出られるとね、やっぱりこの女性のやっぱりソフトな、そういう印象もね、皆さんに伝わるので、それもいいのかなと思いまして、僕の中でね、こう、友達の女性の自社の友達がバーッと頭浮かんだんですよ。もう頭の中に巡りましてね。もうルーレットに巡ったんですけど、もうね、実はもうこの人だなっていう、もう迷いがなかったんですね。もうぶっちゃけ言っちゃうと。もう一人目はこの人かなと思いました。で、もう、なんていうのかな、ちょっと今は一週間後にのサプライズになってますのでまだ言えないんですけど、もうね、ほんと話しやすくて、あとね、僕、なんかね、価値観とかね、感性似てるんですよ、すごい。この、なんていうのかな、なんていうのかな、こう、なんていうのかな、こう、波長が合う肌感とか波長とかフィーリング、なんかそういうところがね、すごく自分になんかこう、合致してることが多くて、なんかね、話してても楽しいし、このね、なんかね、全然、ストレスにも苦にもならないんですよ。だからこう、いろんなことを投げてそれが返ってくる。なんかね、すごくキャッチボールがすごく心地よい方だったので、きっとこの方だったら福山さんとも楽しくライブやっててくれる、振り返ってくれるんじゃないかなということで、連絡しまして、ヒロでーすってことで、よかったらこのヒロ御朱印スタ振り返る大使二人目にお願いできませんかって言ったところですね、なんと、即答で OK もらいまして。まあ、今の段階まだ発表してませんので、内定ということなんですけども、二人目が決定しました。で、こちらのヒロ御朱印スタ振り返る大使就任会見ライブ。これは来週8月12日金曜日の、夜9時からお届けします。で、この方をご紹介した時にですね、まあ、皆さんこう、テレビとかの記者会見ってあるじゃないですか。で、記者会見も、挙手して、会社名とお名前を名乗ってから質問してくださいとか、ああいう、あるじゃないですか。まあ、ああいうバージョンじゃないんですけども、まあ、お時間の関係もあるんですが、コメントでですね、
その振り返る大使の方に何かご質問がある方は、全員をちょっと拾うこと難しいんですけど、いただいた中からちょっといくつかピックアップして、その方に質問みたいなコーナーを設けたいなと思ってますので、まあその辺については皆さんが参加できる参加型な形で、振り返る大使をご紹介したいと思います。ちなみに振り返る大使って皆さん、ここではすいません、ちょっと答えは言えないんですけど、振り返る大使誰だと思いますか？よかったらコメントで。はい、もう僕の中ではですね、今、つよしさん意外と二人目泣いて早かったってありましたけど、僕の中では結構、もうね、二人目は、早い段階でちょっと固めたいなっていう構想があったので、まあ、絶対に女性で行こうっていうのは決めてましたので。なので、あ、てるこさん、えみちゃん。マンゾーイン、えみちゃんですね。まあ、ここは僕すいません。ここは流しながら拾います。のでね、ここではちょっとね、当たりとか外れとか言っちゃうとね、もう来週楽しみなくなっちゃうんで。あー、えみちゃんか。やっぱえみちゃん多いっすね。えみちゃん。えみちゃんばっかりだ。あきさん。あー、この前ね、ココちゃんのハッピーバースライブ、久しぶり出てくれました。えみちゃん多いなぁ。えみちゃんか。R さん、N さん。R さんって ?N、R さんって、もうえみちゃん、えみちゃん。あささん、R さん、N さんってよかったら名前いいですよ。出しちゃってくれて。みんな名前出してるんで。ルイスさんもえみちゃん。あ、ようこさん、そうですね。えみちゃんのね、みってね、みるなんですよ。どうですか？やっぱ、エミちゃん、もう、エミちゃん一択じゃないですか？あと、アキさんがいたか。エミちゃんか。いやー、これはね、12日をお楽しみた、あ、レイさん、ノトさん、レイさん、ハッピーバースデーライブ出てくれました。で、ノトさんはね、第1回目のね、ご縁フェス出ていただきました。レイさん、ノトさん、なるほどねー。福山さんですからね。誰なるんだろう。まあ、レイさん、福山さん絡みましたからね。この前、ハッピーバースデーライブで、ココちゃんの。ということで、エミちゃん多いっすね。こういうのなんか見てるとね、僕もすごい参考になって。へぇ、そうなんだ。僕はね、今日ここで、やべ答え出ちゃったって言えないですからね。いや、ようこそ、老眼鏡かけないって変化でこうなります。いやいや、もう大丈夫ですよ。もうようこさん、大丈夫です。もう、漢字の間違いなんかね、もう全然ありますので気にしないでください。僕も間違いますんで。なるほど。まあじゃあ、エミちゃんが多いということで、これで来週エミちゃん出てきたらね、もうヒロさんやっぱりってツッコミが入りそうな感じですけど、まあこれは僕もすいません。サプライズ大好きなヒロとしては、来週12日の夜9時をね、楽しみにしていただければと思います。ただ皆さんに一個だけ僕言わせてください。一個だけ、この一個だけ僕が言うこの一言を皆さん頭の中で描きながらこの一週間、いろんなこと考えて12日を迎えていただければと思うんですけど、今回のヒロ御朱印スタ振り返る大使二人目、サプライズ人選です。サプライズ人選です。もうこれ以上は僕はノーコメントでいきたいと思います。サプライズ人選で、皆さんぜひ、この一週間、いろんなこともやもやしながら、来週12日夜9時をお楽しみいただければと思います。はい。それでは、続きまして、一個だけ、そうですね。もう、来週の楽しみ取っておいてください、ぜひ。ね。で、続いてがですね、7番目、8番目が、特別企画ということで、まあ、特別企画っていうのは何かというと、僕で言うとですね、これはもう YouTube の方になっちゃうんですけども、YouTube の方では、祈り、まあ、シューアさんが、視聴者の皆さんの、健康祈願を、ということで、ごま祈祷と太鼓等をしていただいて、あ、ヨコさん、ミナちゃん。あー、ミナちゃんか。いいとこつきましたね。まあ楽しみにしててください。
いやー、ようこさん、みなちゃん来ましたね。そこで来ましたね。鋭いな。ショコリンさん、もやもやしながら一週間。いやいやいや、もやもやじゃん。ワクワクしてください。ぜひ、ワクワクしながら一週間ね、迎えていただければと思います。はい、ということでですね、特別企画、まあ、祈り。で、今ですね、ちょっと仕事が、僕も嫁もちょっと忙しくてですね、これから、夜ちょっと時間を作りながら、YouTube の編集作業を進めまして、福山さんの方が同じくですね、視聴者の皆さんの、健康祈願ということで、祈りパート2ということを今、この前撮っていただいたものを今編集作業してます。で、こちらでは、福山さんから、皆さんに、いろいろ、護衛家の放映と、祈祷太鼓の奉納をしていただいてます。そのシーンをですね、皆さんに、ご覧いただいてですね、まあ、あくまでも視聴を通してになりますけど、視聴を通して皆さんのね、健康、祈願、ということでね、しておりますので、ぜひ、楽しみにしていければと思います。まあ、僕は実際に今編集前の、データというか、動画ももらってるんですけど、日頃のね、ソフトで、笑顔な福山さんから、もう全く似ても似つかないぐらい真剣な眼差しの福山さんを見れるっていうのはなかなかないライブ動画だと思いますんで、ぜひね、お楽しみいただければと思います。今、コメントでね、みなちゃん確定か。いやー、浩平さんわかんないですよ、これは。ヒロですよ、浩平さん。皆さん、そこはみなちゃんか、みなちゃんじゃないか、えみちゃんか、えみちゃんじゃないか、もしくは他の方なのか、これはね、ぜひお楽しみいただければと思います。ただ、僕はさっきも言いましたけど、サプライズ人選。皆さん、これね、1週間後の12日の夜9時にまたご覧いただいている皆さんが、僕がその方をドーンと紹介するじゃないですか。ドーンと紹介した時に、サプライズ人選で僕が言ったことを、思い起こしていただいたら、ああ、サプライズ人選だって絶対になります。はい。ああ、やっぱヒロさんそうだよ、サプライズ人選だわ、これってなりますので、ぜひ手にですね、手やメモにサプライズ人選と書いて、来週金曜日夜9時を迎えていただき、僕が紹介した時に、そのメモや、その、手に書いたものを見てもらうと、なるほどそうだよなってなると思います。ね、秋江さん出てきましたね。ね、陽子さんキリッとした福山さん、うん、ね、ほんとキリッとしてますよ。これ、なかなかインスタライブでは見れない福山さんだと思うので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ただね、ちょっと福山さん自身はね、ほんと皆さんのためにっていうことで、ほんと真剣にね、ご法の並びにご放映されてますので、お楽しみいただければと思います。はい。ということで、続いては、9番目。これはね、インスタライブです。録画に残さないソロライブ。ということでですね、まあ、この録画に残さないソロライブは、僕、なんでこれをやろうと思ったかというとですね、スペシャル対談ライブも自社に行ってきたシリーズもヒーローインタビューも娘会情報局もご縁フェスも、結構ですね、やっぱり、打ち合わせをしてこういう形で行こうねっていうことで、その中で、限られた時間の中で皆さんに、こう、いろんなことを、こう、楽しんでいただこうということで、お寺神社の紹介やその地域の紹介、そしてその紹介を通した地域の振興や活性、そして、皆さんが、きっとね、喜んでいただけるであろう、皆さんとのご縁、それに祝した、あとそのゲストの出演を記念したライブ記念御朱印や、皆さん御朱印がね、好きな方多いと思いますので、その御朱印の自社のヒストリーとか、お知らせ PR とかっていうことで、いろんな皆さんが、スペシャルゲストの方がやりたいことを、しっかりとこう、どううまく伝えたらいいかっていうところのこのね、こう、ストーリー立てをして皆さんにこう、配信しているのが、この今まで申し上げたスペシャル対談、自社に行ってきたヒーローインタビュー、むすみ会情報局、ご縁フェストのライブなので、なかなかですね、皆さんのコメントを拾うのがね、本当に難しいんですよ。なので、
なんかもう皆さんのやっぱりコメントをこう、僕もあの他の方のライブにたまに行った時に、あ、ヒロさんって言って、ヒロさんこんばんは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 、あ、ヒロさんこんばんはって言われるとやっぱり嬉しいんですよ。だからやっぱりコメントを読んでもらえる、名前を読んでもらえるってこれ嬉しいなと思ったのがきっかけで、なら僕も、なんか皆さんの名前を呼んだり、皆さんのコメントを読んだり、皆さんへ感謝を伝えるような、なんかそういう皆さんのこのリアクション、コメントのリアクションに反応できる、そんなライブちょっと一個欲しいなと思ったのが、この録画に残さないソロライブということで、始めました。なのでもう、まあ、まさしく今日もほぼそれに近いものなんですけども、録画に残さないソロライブでは、まあ、話したいなって思ったテーマがあった時に、まあ、皆さんとのコメントをこう、拾いながら皆さんとね、楽しく展開していく。まあ、そんなようなね、ライブということなので、僕もこの、録画に残さないソロライブって、なんか、ちょっと名前的にはなんか軽視しちゃいそうなんですけど、僕からするとこの録画に残さないソロライブって結構僕にとってすごい重要なチャンネルで、いや、これは本当に視聴者の皆さんと一番こう、密になれるライブなのかなと思ってるので、まあこれからも、まあ不定期ではありますけど、録画に残さないソロライブもまたね、皆さんとこうお届けできたらなと思います。ただこれ録画に残さないっていうところに、ちょっと他のライブにない差別化を図りまして、録画に残さないからこそ、リアルタイムで見なきゃっていう、なんかそういうようなライブも、まあこれだけ、ね、12もチャンネルがあるので、まあそういうのもあってもいいのかなと思ったんですね。まあこれが1チャンネルとかしかなかったら、ね、録画に残さないってなっちゃうと、ちょっと録画残さないとリアルタイムじゃないと見れないとかっていう風になっちゃうんですけど、まあ12もあれば、一つぐらいね、なんかもう録画に残さないからリアルで見ないとダメだよみたいなライブが一個ぐらいあってもいいのかなと思ったので、ちょっとこういう録画に残さないっていうちょっとね、強烈なキャッチーのソロライブをやってみました。まあ、今のテルコさんとかショコリンさん、ルイスさんとかね、皆さんコメントいただいてね、コメントや名前を読んでもらえ嬉しいってありましたので、まあ僕もね、以前も申し上げましたけど、やっぱりこう、自分が呼ばれて嬉しかったんですよ。だからこう自分が嬉しかったことを自分だけのものにするんではなくて、自分が嬉しかったからこそ他の方にもしてあげたいって思うじゃないですか。だから僕は結構そういうタイプなので、なんか人からやってもらって嬉しいなと思ったら、それはじゃあもう自分だけではなく、人からいただいて嬉しかったものは他の方にもできることはしたいなと思うので、まあその一つがこの、皆さんのコメントを読んだり、皆さんのお名前を呼ぶっていうのが、自分の一つのなんかその思いなのかなと思ってますので、特にこの録画に残さないソロライブは、そこをね、すごく大事にしたいなと思ってますので、まあこれ録画に残しませんので、ぜひね、リアルタイムでご覧いただければと思います。ちょっとまた、あやたか飲みたいと思います。まあリアルタイムでご覧いただいている方もすごい嬉しいんですけど、まあ僕以前のそのアンケートのさっきライブの冒頭言ったんですけど、だいたい35%、65%ぐらいで、だいたい65、まあだいたい録画で見る方の方が圧倒的に多いんですよ。で、まあもうその録画にで見る方のほとんどの理由が、もうヒロさんが録画に残してくれるからっていう方が多くて、ただね、もう僕はもう皆さんそれぞれいろんなね、日常がありますので、僕も絶対リアルで見てくれとか、別にそこをね、なんかご利用しすることは全くないんですけど、リアルタイムだとやっぱコメントが送れるっていうのがね、そこでのこの、なんていうのかな、こう、コミュニケーションってやっぱりできるっていうのはこの、やっぱりリアルタイムの醍醐味だと思ってて、録画ってもうコメントが送れませんのでね、本当もうずっと見てるだけになっちゃうので、やっぱそこがね、リアルタイムと録画の違いだと思うんですけど、ただね、やっぱり皆さんそれぞれ日常生活もありますし、あともともとこういうライブっていうものをリアルタイムで見るっていう人と、録画でゆっくり見るって言って、やっぱそこも結構両極で分かれるっていうのもアンケートでよく分かってますんで、まあぜひね、リアルタイムでも録画どちらであってもぜひね、ご覧いただければなと思います。はい。そして、続いてはですね、こちらちょっと YouTube 続くんですけど、
YouTube 御朱印セレクション、これがですね、御朱印セレクションでヒロさんこれ何ですかっていうとですね、実は僕これじゃあみんなにちょっと質問しようかな。僕実は今全国5つの5のですね、自社から役職をいただいてます。このどこの自社から役職をいただいてるか、ぜひ皆さん知ってる方コメントで送ってください。僕ね、今ね、全国のお寺神社、5つの 5の自社からですね、役職をいただいて、ヒロさんちょっとよろしくお願いしますっていう役職をいただいてるんですけど、わかりますかね皆さん。わかる方はぜひ、なんか役職名までわかんなくてもいいです。何々神社とか何々寺でもいいんですけど、まあ今日もう結構僕ライブ中にいくつか言っちゃってるんですけどね、よかったら5自社ありますので。はい、知恵さんピンポンです。陽明寺さんですね。コーディンさん、アテルゴさん、陽明寺さんピンポンです。はい、じゃあ陽明寺さん以外他はどうでしょうか。陽明寺さん正解です。はい、香織さんもみんな陽明寺さん、あ、アーサーさん、境香取神社正解です。あと3つです。境香取、あ、ようこさんすごい。デイギューワン、ニョイリンジ。はい。とすると、あと1つ。これ、あと1つ結構難しいかな。これちょっとようこさんあたりに当ててもらいたいな。そうっすよね。香織さん、ショコリンさん、正解です。これ、ようこさんとか、もし、まちこさんがまだ見ててくれてるなら、まちこさんとか、ようこさんあたりに当ててもらいたいなっていう、あと一つあるんですよね。出るかな？レイギューワンさん、陽明寺さん、境香取神社さん、如意輪寺さん。あと一つ。あるんだ、あるんですよね。うるいさんね、八重田神社違うんですよ。役職ないんですよ、僕、特に。あと一つ。役職っていうか、会員なのかな？だけどね、御朱印セレクションのライブを作る、動画を作るときはね、住職に相談させてもらいまして、ご住職に。でね、御朱印セレクションの動画を YouTube で配信させていただいたんですけど、あと一つ。あー、出ない。これもう YouTube の画面行くしかないな。あ、出ないっすね。個人的にはなんか、まちこさんかようこさんあたりに当ててもらいたいなと思うんですけど。あと一つ、これもう YouTube の画面見に行かなきゃわかんないかな。あと一つ出ないかな。まあ、そうですよね。ヒロ御朱印スタライブのスペシャル対談ライブ、自社に行ってきたら出てないので、ご出演してないんでね。神奈川県ですよ、地元。出ないかなぁ。今ね、僕のコメントはね、マキさんの本順位で止まってるんですよね。本順位、サンキューさんではない。いや、ようこさんね、すいません、プレッシャーなので全然そんな気にしないでください。全然大丈夫です。福山さんではないですね。福山さんから特に僕役もらってないんで。出ないかなぁ。じゃあもう答え言っちゃおうかな。ダメですかね、皆さん。出ない。そう、神奈川ですよ。神奈川の、じゃあもうちょっと踏み込もう。大磯町です。神奈川県大磯町。これで出ないかな。結構ご朱印いただいてる方多いんじゃないかと思うんですけどね。あれですよ。お寺にガチャガチャあるんですよ、ガチャガチャ。わかるかな？大磯駅からね、歩いていけるんです。正方院じゃないですね。正方院の東京青梅なんですよね、空見さん。大磯町にあって、駅から歩いて、僕の足で10分ぐらいだったかな。でね、ガチャガチャあるんですよ、ガチャガチャ。ガチャガチャがあるんです。これで出ないかな。あれ、意外に出ない。やっぱスペシャル対談ライブと、自社に行ってきたの、やっぱりあれかな。宣伝効果って。ねえ、マッチコさんはちょっと離脱しちゃったかな。そうですね。まちこさんいたら多分これ出たかな。あ、ようこさん行ったことないんだ。これは、ね、まちこさんがもし見てたらね、で、コメントくれたら多分ちょっともう、あれかな。
離脱しちゃったかな。そう、じゃあね、ちょっと引っ張りすぎちゃうと皆さんあれなので、僕ね、妙林寺さんですね。神奈川県の大磯町に妙林寺さんってお寺がありまして、そこのご住職から、役職いただいてます。ただね、これ役職いただくっていうかね、これ会員制になってるような感じなので、まあ僕アンバサダーみたいな感じなんですよ。だけど多分ね、これアンバサダーって別にヒロさんだからなれるもんじゃなくて、多分ね、皆さん多分なれるもんだと思います。はい。だけどね、ちゃんとね、あれなんですよ。ちゃんとね、会員カードみたいなのもらえるんですよ。で、ご新セレクションって、まあ新規のフォロワーさん向けにちょっとご説明ちゃんとすると、お寺神社からそういう、ヒロさんちょっとこの役職ぜひお願いしますっていう風に役職とかを、まあ、オファーをいただいたり、依頼をいただいたり、お話をいただいた、そういう自社さんの、を紹介する、まあ、そういうテイストで始めたのがこの御朱印セレクションなんです。なのでね、まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと、デイユーアンさん、陽明寺さん、妙林寺さんはやったんですけど、周和さんの妙林寺さんと、佐々木さんの境川通神社さんはまだ御神セレクションやってないんで、まあね、これまあ僕が行くとか行かないとかじゃなくてね、ちょっとそれもどっかで作んなきゃいけないなと思ってるんですけど、まあね、周和さんはヒーローインタビュー、そして佐々木さんは住み替え情報局があるのでね、なかなかなんかもう、いろいろ日頃よく話すので、なんかそこまでちょっと、僕も、あ、そういえばって感じだったんですけど、で、神奈川の横浜のね、地元横浜のデイギューワンさんは、正式名称がね、あれなんですよ、地球防衛軍統合幕僚長かな。そんな感じだったと思います。確かね、おじちゃん、おばちゃん隊とかなんか、そんな感じの統合幕僚長。まあ僕、統幕長と言ってるんですけど。なので、いつもデイギュアの奥さんとの DM のやりとりでは、東幕長ヒロっていう風に送ってるんですけどね。で、妙林寺さんはさっき言ったそのアンバサダー。で、周和さんの妙林寺は、まあ、これはね、きらめき戦隊という、そういう、ちょっとまたお寺とはまた違った、そういうきらめき戦隊、妙林寺みたいなのちょっと作ったんですけど、まあ、そのきらめき戦隊の、きらめき戦隊本部長に、ヒロさんぜひお願いしますということでしたので、その本部の、本部長に就任して、まあね、本部長に就任して、じゃあ何をするってわけでもないんですけど、まあ、きらめき戦隊をね、全国の皆さんに愛される、ね、そういうような、ものをね、こう、やっていければと思いまして、如意輪社を立ち上げました。あとは、境香取神社、その先ほど言ったね、結び会情報局。で、こちらでも、結び会の、結び会の何だったっけ、本部長だったっけな、結び会、あ、そうだ、すいません、佐々木さん怒られちゃう、信仰本部長、心に幸と書いて信仰本部長という役職をいただいて、佐々木さん、周和さんからは就任の表彰状を送っていただきました。で、デイユーワンの奥様からは認定証かな、認定証のね、まあ、御朱印ではないんです。御朱印サイズの認定証の、ちゃんとね、絵を描いて、ナンバリングしたやつをね、送っていただきまして、で、陽明寺さんの、奈良さん光人さんは、これちょっと言っちゃうと、僕実はなんかね、今ね、御朱印執行部ってね、全国に10人ちょっとぐらいいるらしいんですよ。なんですけど、僕がね、奈良さんに聞いたらヒロさんが一番初めに、そう、就任というか、お願いしましたっていうふうに言っていただいて、一応第1号らしいんですけど、これね、ほんとびっくりしまして、突然荷物来ましてね、あれなんだろうと思ったらね、陽明寺さんから荷物来たんですよ、段ボール箱で。なんだこれと思ったら、御朱印執行部責任役員の名刺をですね、どのぐらい ?300 枚ぐらいいただきました。で、それと、あと、お手紙と、あとね、すみません、これはちょっと奈々さんからちょっとこれは丸日にしてくださいっていうことだったんで、ちょっと丸日なんですけど、
とあるものをいただきまして、今ね、御神ミュージアムにお祭りしてますけど、そのような形で、御神執行部責任役員、ヒロさんよろしくお願いしますってことで、はい。まあ、特にね、何をしてるわけでもないんですけど、まあ、第16回のスペシャル対談ライブにもご出演いただいてね、あと、それ以降も、そうですね、まあ、そうだ、シャインマスカットを送ってもらったり、してもらって、岡山のね、美味しいシャインマスカットを送ってもらったりして、本当ね、もうお世話になりっぱなしで、僕ももうお世話になりっぱなしだったので、リンゴジュースをね、お返しに送らせていただいたら、ご家族でみんなで美味しくいただきましたっていうふうにね、喜んでいただいたので、本当嬉しかったんですけど、まあね、そんな感じでやってます。はい。陽子さんの YouTube の伺う、何言うチャンネルですかって、これどういうことですか言うチャンネルですか。YouTube は、御朱印セレクションですね。はい。これが10番目です。で、あと、11、12で終了です。はい。ありがとうございます。いやー、約2時間。いやー、僕もよく2時間一人で喋るよな。もう自分で自分を褒めたい。なんかそんなね、マラソンランナーがいたような。今日は、ゆったりまったりということで、パンダバームを食べながらお届けしてます。いや、陽子さん、OK ですよ。全然もう間違いはね、みんな誰しもありますから、ありがとうございます。わざわざね、見に行っていただいて、ありがとうございます。いや、で、こうやってこう、皆さんのコメントをこう、拾いながら話せるっていうのがね、やっぱりこれは楽しいなぁ。やっぱだから、録画に残さないソロライブってこれ大事だよなぁ。はい。それではですね、新規フォロワーさん向け、100倍楽しく見る方法ということで、ヒロ御朱印インスタライブにある12のチャンネルをね、今皆さんとゆっくりまったり楽しくお届けをしてます。で、今、10番目のチャンネル、YouTube 専門の御朱印セレクションをご紹介しましたので、続きまして11番目、ご紹介します。11番目は、ヒロ御朱印インスタ音楽祭です。これはですね、もうこれも YouTube 限定配信になるんですけども、万蔵院のエミちゃんが、バイオリンがね、得意ということで、エミちゃんが、第21回の今年2月配信のスペシャル対談ライブで、バイオリンを披露いただいて、で、その後も、ものすごい DM で、ほんとヒロさん良かったですっていう DM すんごいいただいたんですよ、あの時のエミちゃんの時の回って。で、エミちゃんにその反響を伝えたら、エミちゃんが今度またね、感謝祭としてこれ一つのチャンネルでぜひやってみたいねって話をしたら、エミちゃんもそれすごく賛同してくれたので、エミちゃんとエミちゃんのご主人にもご協力をいただきまして、YouTube 限定配信で、ヒロ御朱印インスタ音楽祭を、動画を撮り、編集し、アップをさせていただきました。で、ね、もう、皆さんご承知の通り、エミちゃん先日うちに遊びに来てくれまして、ココちゃんバースデーの日は、ココちゃんにバイオリンを弾いてもらったりしてたんですけど、その時に一緒に、ご飯とか食べ行って、いろんな話をしてる中で、やっぱりエミちゃんの音楽祭ってすごい、もうね、本当に反響、本当すごいんですよ。音楽祭って。で、エミちゃんもそれすごい喜んでくれてて、で、エミちゃん一年に一回ぐらい、ヒロ御朱印さん音楽祭で皆さんに、やっぱりこの御朱印とかではなくて、この音楽を通して、やっぱりこう皆さんにこう喜んでいただいたり、あとね、音楽を通して自社仏閣っていうところに、やっぱり繋がって身近に感じてもらうっていうところで、やっぱこう音楽を介して、やっぱ皆さんに喜んでいただいたり、なんかね、自社仏閣をなんか盛り上げていけたらいいですよねっていうところで、エミちゃんも、ヒロさんぜひ年一回やりましょうってことでしたので、年一回になりますけど、ヒロ御朱印インスタ音楽祭をね、これをエミちゃんと一緒にお届けしていきたいと思います。こちらの YouTube 限定になりますので、ぜひ YouTube のチャンネルお持ちの方は、ぜひ、これを機に、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいなと思います。さっきの御朱印インセレクションもそうなんですけど、YouTube 限定のものもありますので、
ぜひ、このヒロゴシュインスタ音楽祭、ぜひね、ご覧いただければと思います。ちえさん、毎年の開催楽しみしてます。ありがとうございます。いやーね、嬉しいなー。もうさっき来週発表する振り返る大使もね、エミちゃんがすごいダントツで1位でしたのでね。やっぱ本当エミちゃんはヒロゴシュインスタライブの21回目のライブ出てからはすごいエミちゃんファン増えたし、あと皆さんご存知だと思うんですけど、エミちゃんライブ出た後のフォロワーが110人ぐらい増えたんですよね。いやーだからね、ほんとね、ライブの、まあ、自分で言うのも変ですけど、ライブの影響ってすごいっすよね。いやー、ただね、それが、まあ、まあ、僕になんか、影響とかってはちょっと置いといて、僕のライブに出てもらったお寺や神社の方にね、なんかそういういい影響やね、良い、いい反響があればね、いや、もうそれはもう僕にとっても嬉しいことなので、ほんとね、フォロワーさんがね、すごい増えて、今はもう、エミちゃんのフォロワーはもう200人とかも超えてるんで、ね、これからもっともっと、音楽祭とかを通してね、エミちゃんのお人柄とかまた伝えていければと思いますし、今回はね、第4回ゴエフェスのね、演舞の大鳥、エミちゃんですので、ね、エミちゃんから演舞、ご信用ね、いただいた方はね、またね、京人さんと加藤ちゃんとエミちゃんのね、二カジ一社の、ね、自社コラボ御朱印、ライブ記念御朱印演舞ね、ぜひご縁を結んでいただければと思います。はい。で、皆さん、じゃあ、コメントでまた皆さんに聞きたいと思います。ヒロ御朱印インスタライブ2時間を超えましたけども、この100倍楽しく見る方法、最後の12番目のチャンネル、これは何でしょうか？皆さん、もし、わかれば教えていただければと思います。12番目のヒロ御朱印インスタライブは今12のチャンネルがあります。12番目の新チャンネル、これは何でしょうか？じゃあすいません、もうすいませんけど、またパンダバーム行かせていただきます。はい、カオルさん正解。早い。そうなんですよ。早い。いやー嬉しいな、朝さん、つよしさん、てるこさん、ちえさん、みんな大正解、ゆみさんも正解、皆さん大正解です。そうなんですよ。はい、まあ、僕ちょっと MC で男になっちゃうんで、まあ、ちょっと僕はちょっと抜きで考えてもらいたいんですけど、やっぱりこうお寺神社ってなると、やっぱこう男性やっぱり多いじゃないですか。で、ね、やっぱりこう、さっきもやっぱり僕女性の話ちょっとしましたけど、振り返る大使の二人目の話しましたけど、やっぱりね、この女性の、そのなんか女性同士のそういうようなこう女子会トークというか、なんかそういう女子会トーク、なんかそういうような、なんかソフトな、なんかこうライブの雰囲気の中で、なんかこうその方のなんかこう、なんだろうな、まあお寺神社その地域っていう背景はありますけど、そういうものをご紹介しながら、なんかもう少しこうその方のこう人間性とか、その人となりみたいなところにもフォーカスするような、なんかそういうものもいいかなと思ってます。で、まあ皆さん、まあ今ね、ライブご覧の方も結構圧倒的に女性が多いと思うんですけど、女子会ってなったら皆さんもう必須アイテムってあるじゃないですか。女子会といえば何ですか、皆さん。女子会といえば必須なんでしょう。皆さんよかったらコメントで、皆さんもう全員女子会で大正解ですね。もう女子会はですね、今年の秋、配信予定です。で、もうご出演される方も決まってますので。はい、てるこさん、スイーツ。そうです。うわー、皆さんすごい。もうみんなスイーツだ。かおりさんも、ようこさんもスイーツ、ちえさんもスイーツ。
そうですね、スイーツ。ショコリンさんもスイーツ。そうなんです。この女子会トークはですね、ちょっと今までのライブとはちょっとガラリと変えまして、まあ、女子会、ヒロ、ご審査女子会なので、そのお寺神社の女性ゲストの方に、一押し、個人的な一押し、その地域の一押しなスイーツをご紹介していただきながら、実際にこう食べたり、何か紅茶とか、そういうね、美味しい何か、アップルティーとか、ピーチティーとか、いろんな、あるじゃないですか。なんかそういうおしゃれな、なんかこう、ティータイムをしながら、なんかこう、まったりとね、女子会トーク風な感じでライブをお届けしたいなと思ってます。で、もうこれはヒロご審査女子会を多分やろうと思ってます。やる予定です。考えてますではなく、これもゲストの出演の方ももう決まってるので、女子会だけど京人さん入れたい。そうっすね。これ京人さん入れたいんですけどね。スイーツだからね。ね、なんですけど、女子会ですからね。まあ僕は当日 MC だから出てますけど、まあ僕はもうほぼ女子だと思って、もう、ヒロ、改め、ヒロコさんとか思っていていただければと思います。まあ、ヒロコさんでも、ヒロミさんでもいいか。はい、ということで、女子会のゲストの方も、もう決まってますので、ぜひね、またもう少しだったらね、具体的にお話をできればと思います。ヒロ、ご主インスタ、女子会。でですね、皆さん、せっかくね、もう2時間、超えてもね、ずーっともうコメント見てると、あ、もうこの人ずーっとライブ見ててくれてるんだなーっていうのがわかるんですよ。だから本当、初めからずーっと見てくれてるんだなーっていうのが、わかるんで、なんかね、初めから見ててくれてる人が、やっぱりこう、あ、最後まで見ててよかったなーっていうふうに思ってもらえたらなと思うので、皆さんに、これは、見せちゃっていいかな？見せちゃおうかな？見せちゃっても怒られないかな？怒られないかな？あ、たけさん、こんばんは。バッジありがとうございます。あ、たけさん、これまでお仕事ですか？うわ。遅くね、11時過ぎてありがとうございます、たけさん。いやー、たけさん、いいタイミングで入ってきましたね。これ、どうしようかな？まあ、だけど、あれかな？バチ当たんないかな。じゃあ当たんないかな。まあ、ちょっとこっちは置いといて、実はですね、まあさっき僕スペシャル対談ライブのお話をさせていただいたんですけども、もう来年の2月のもうゲストの方の打ち合わせ、来年の2月は大阪の自社の方が、スペシャル対談ライブにご出演を予定なんですけども、もうその方とはもう打ち合わせを先日1回やったんですね。で、実はですね、もう来年の春、もう映画みたいな状態になってますけど、来年の春に、実はすいません、13番目の新チャンネルがもう立ち上がる予定なんです。来年の春、もう映画みたいになってますけどね、来年の春にですね、13番目の新チャンネルが、実はもう、実際動いてます。で、なんと、もうね、出る方も決まってまして、もうね、打ち合わせもやってるんですよ。今8月じゃないですか。もう来年の春のこともやってるんですよ、実は。なのでね、もう、今めちゃめちゃ暑いじゃないですか、もう毎日毎日。今日涼しかったんですけど、もう暑いんですけどね、もうね、冬越えて、もうね、来年の春の話をしてるんです、今。で、この13番目の新チャンネルにご出演いただくゲストももう実はね、決定してまして、女子会と別です、これ。で、このライブのネーミングはですね、まだ今仮名なので、ちょっとまだ皆さんまだ発表できないんですけど、新チャンネルが、来年の春に立ち上がって、来年の春には13のチャンネルを、で、ヒロご主インスタライブを配信するということで、まあ皆さん、直近はまず来週の振り返る大使就任発表を、
そしてヒーローインタビュー1周年、27回の奈良のスペシャル対談ライブありますけど、実は僕、もう来年の春のことをもうすでにやってるという状態なので、きっと来年の春になったら、もう、再来年の冬のことを考えてそうなんです。もうね、季節がね、2つぐらい飛び越えてる状態で、だからもう、来年の春の打ち合わせしてると、もう春の話なんですよ。だから今めちゃめちゃ暑いじゃないですか。もう冬飛び越えてるんで。で、その間にね、きっとヒロ御朱印スタ感謝祭2023も入ってくるんでね。ねえ、って感じですね。あとね、皆さん、なんか皆さんからコメントでヒロさん無理しないでねってコメントがいっぱい来そうなんだけど、10月と12月に、実は僕、ドッカンというね、まあ、この前も言いましたけど、ちょっととあるサプライズ考えてまして、10月と12月にやります。そうなんです。10月のね、ドーンっていうのはね、これで、ね、もうね、みんなに見したいなーっていうぐらいね、もう僕の中でもうずうずしてるんですけどね、まだちょっと、これはね、僕だけではないので、はい、僕と、とある方でちょっと動いてることなんでね。やっぱその、僕だけで動いてることだったら、いや、もう見せちゃえとかね、話しちゃえってなっちゃうんですけど、やっぱもう一人の方、あ、言っちゃった。もう一人って言っちゃった。もう一人の方とちょっと絡んでることなので、ちょっとね、やっぱその方にご迷惑をおかけできないので、ちょっとそれは、楽しみにしていただければと思うんですけど、もし今僕がそれを、僕だけの企画だったとして、今僕がこの画面上に、例えばこれだと、これをこうパンダマームで出すじゃないですか。こう出したら皆さんは、どんなリアクション来るかなぁ。うわーって感じだと思います。もうね、すんげー喜んでもらえると思いますね。はい、なんでね、もうそのリアクションをもうね、すげー感じたいんですけど、あと2ヶ月で僕も我慢するんでね、皆さんもぜひね、楽しみにしていただければと思います。ただね、皆さんの場合はもう、その前にもう来週の振り返る大使が誰かの楽しみもあるし、一周年記念のシュワさんがアニバーサリー越しに出るのかって楽しみもあるし、あと27回の奈良が誰なのかっていう楽しみもあるじゃないですか。だからね、で、9月は東京と東海エリアからスペシャル対談ライブで出られますので、そこもね、楽しみですし、そして10月に僕がドッカンと行きますから、もう皆さん毎月毎月ね、ヒロ御朱印スタライブで楽しんでいただければと思いますので。で、12月はですね、ドドドドーンみたいな感じのサプライズ法がいくと思いますので、12月はね、これは楽しみしててほしいなぁ。ぜひね、ソラミさんがさっきの送ってたの何？え？さっき迷ってたの何？何すか？迷ってたって何すか？なんか僕迷ってましたっけ？これはね、あれですよ。今日僕のアイテムスイーツ。パンダバームです。ねえ、ということで、そうなんですよ。でね、僕ね、よく、これちょっと先に言っとこうと思うんですけどね、今、星野さん無理しないでねって来てたんですけど、これね、実は、ライブのコメントもそうなんですけど、見せようかなはね、サミさんすいません、見せれないです。これ僕一人のことだったらいいんですけど、やっぱ僕と他の方も絡んでるんで、これはね、本当に僕も、ここはしっかり、我慢して、どっかのタイミングで見せたいと思います。はい、10月と12月に、ドッカン、ドッカン、ドッカンってね、行きますので、ぜひね、楽しみしててもらえればと思います。そう。で、さっきちょっと星野さんのお話、コメントあった、その無理しないでくださいねってあるんですけど、正直言うとね、この無理しないでください。頑張ってください以上に、無理しないでくださいねっていう DM ね、めちゃくちゃもらうんですよ。もうヒロさん、もうほんと無理しないでくださいね。もうほんと、無理しないでくださいね。もう、ね、頑張ってねっていうよりもね、無理しないでくださいのがすごい多いんですね。で、僕もおかげさまで体だけは丈夫でですね、なんとか五体満足でこうやってるんですけど、僕ね、こう皆さんちょっとせっかくなんでちょっとお話したいことがあって、僕これ多分、
自分が寺社仏閣とか御朱印のことあんまり興味なかったら、これすごい苦だと思うんですよ、正直。だけどやっぱり自分が御朱印が本当に皆さんで一緒で、御朱印や寺社仏閣、そして寺社仏閣のご住職や神職さんが本当に心底を大好き、楽しい、面白い、そういうものだとね、やっぱり人って楽しいこととか面白いことってやっぱり長く続くじゃないですか。まあ僕で言えばスポーツで言えばサッカーみたいなもんなんですけど、で僕ね、正直やっぱり皆さんからすごい大丈夫ですか、無理しないでくださいねっていう言葉をお声掛けすごいもらうんですけど、僕は自分で自分をちゃんとコントロールができる人間なのかなと思ってて、もう自分がこれはもう無理だなと思ったら、そこはやっぱり自分の中でもちゃんとブレーキはかけるし、もちろんね、やっぱり僕には皆さんご承知の通り、僕結婚して家族もいるので、やっぱり家族のことをしっかり考えながら、こういう時間も大事にしたいと思ってます。なので、自分は無理しないでね、自分をしっかりコントロールしながら、無理のない範囲で、あとね、やっぱりこう、何より、自分、本当に御朱印寺社仏閣好きなんですよ、やっぱり。で、やっぱりこう、好きだからこそ、やっぱり、楽しいんですよね。だからやっぱりこう、楽しいからこそ、こういうこといろんなこと頑張れるし、なんかこう、こういろんなことをこう頑張るって、じゃあなんでこんなに頑張ってるのかなっていう、この陽子さんの今の原動力って言葉がありましたけど、やっぱね、きっとやっぱ皆さんのやっぱりこの喜ぶ姿や喜ぶ声、やっぱそういう皆さんのやっぱリアクション、皆さんの反応、やっぱりそういうものが、やっぱり僕のやっぱり原動力だと思ってます。で、そういうなんか皆さんのお力を借りて、これまで御朱印帳の販売を通して、お寺や神社の修繕のチャリティーにもつなげてきました。あとは、ちょっと神社の修繕とは全く話違いますけど、今ね、未だにちょっとね、まだ続いてますけど、ウクライナ。あれも福山さんと、本当にもう、1日2日でね、もうウクライナのチャリティーをやって、全国からね、30万以上の、お気持ちをいただいて、それもね、大使館の方に送金をさせていただいたということで、やっぱりこう皆さんを通して、ほんとこの、いろんなことをね、こう体験させてもらいました。やっぱね、こう自分が好きなこの御朱印寺社仏閣を通して見合った皆さんとのこうコミュニケーションを通して、こういろんなことを僕も学び、経験させてもらい、で、自分も喜びや、こう嬉しさとかいろんなものをこう感じさせてもらえたのはやっぱり皆さんあってだと思いますし、やっぱね、そういうことをしてて楽しいので、やっぱね、そこでこう皆さんにやっぱ何かをこう喜んでもらえたら、それを何か自分から発信できて皆さんが喜んでもらえるものがあるんであれば、僕もね、こう頑張っていこうかなと思ってるのが、やっぱ自分の原動力だと思ってます。あとやっぱ、陽子さんも今コメントいただきましたけど、僕の嫁がですね、結構見えないところでいろいろ裏方として頑張ってくれてます。で、実際に手を動かしたり、足を動かしたりしてることもたくさんあります。だけどやっぱりそれ以上に、きっとご家族、ご家庭をお持ちの方だったらきっと分かってくれると思うんですけど、やっぱりこのパートナーの理解と協力ってこれ絶対必要だと思うんですね。だから、こういう僕がインスタライブっていうものをこうやってることをですね、やっぱりこう妻が陰ながらサポート、そして理解協力してくれるっていうことがね、やっぱり一番大きいと思ってますし、やっぱね、そういう協力あって、こうやって皆さんにこういうライブとこれお届けしますし、これからもね、お届けしていけるかなと思いますので、まあ僕としては、かっこよく聞こえちゃうかもしれませんけども、本当に素人ながら地道にコツコツ、寺社仏閣を通して、その地域の振興や地域の活性につなげていく、そして、お寺と神社、自社と自社のご縁をつないでいくプロジェクト。そして、まあ、御朱印帳の販売だったり、このヒロ御朱印 .com のキャラクターを通して、自社の修繕とのチャリティーにつなげていく。まあ、そういう形で僕なりにできる、その自社に対する、いろいろな、この応援だったり、還元だったり、チャリティーだったり、まあ、そういうものをですね、僕なりに地道にこれから続けていければなっていうのが、もう、ヒロ御朱印スタライブなのかなっていうふうに思っています。まあ、新規のね、フォロワーさんが、おかげさまで毎日毎日こう、
フォローしました、フォローしましたってこう入ってくるタイミングでですね、結構さっき言ったこのヒロさんって、あ、ライブ、ヒロご審査ライブで何ですかとか、ライブ記念ご祝儀何ですかとかっていうお問い合わせいただくんですけども、まあこのライブ、まあちょっとね、2時間20分か、なったので、ちょっとね、初めからずっと見れて大変かもしれませんけど、録画だったらね、ところどころこう飛ばして見ていただいたりしながら、ね、ライブを通して聞いていただいて、耳かつしながら、皆さんにこうね、ヒロご祝儀インスタライブっていうものがなんか伝わればなと思います。うん、あとは、そうですね、まあ、ヒロご祝儀インスタライブは先ほど言った通り、じゃあもう一回ちょっと確認をするとですね、2020年の7月からスタートして、丸2周年と1ヶ月が経って、これまでに12チャンネルあります。1番がスペシャル対談ライブ、2番が自社に行ってきたシリーズ、3番がヒーローインタビュー、4番が娘会情報局、5番がココチャンネル、6番がご縁フェス、7番がスペシャル対談ライブを振り返るライブ、8番が特別企画ライブ、9番が録画に残さないソロライブ、10番目と11番目が YouTube 配信限定で、10番目が御朱印セレクション、11番目がヒロ御朱印スター音楽祭、そして12番目が今年の秋公開のヒロ御朱印スター女子会、そして、皆さんには先行して発表しましたけど、来年の春に13番目の新チャンネルが公開ということで、今もうゲストの方が内定して、そのゲストの方々と新チャンネルどういう風にしていこうかっていう話を今進めているという状態です。で、あと新規のフォロワーさんから多かった質問で、いろいろなイベント僕やってるじゃないですか。で、ヒロ御朱印スタ感謝祭、あと、まあさっきちょっと触れましたウクライナのチャリティーとか、あとオリジナル御朱印帳、オリジナルキャラクターのラインスタンプ、あと昨年の11月に、佐々木さんたちと一緒にやった、堺香取神社コラボ、ヒロ御朱印スタお江戸マルシェ、こういうようなのをこれまでイベントでやってきました。で、まあ、せっかくなんでお話しすると、ヒロ御朱印スタ感謝祭2023は今も継続して受付してます。で、僕ヒロご審査感謝祭のエントリーのポストがもうだいぶ下の方に、階層が落ちてしまったので、今ストーリーの方でリンクですぐ飛べるようにストーリーは上げてるので、まだ感謝祭のエントリーはしてますので、で、ポストの応募は来年の、あ、つまり今年の12月末までなってますので、まずエントリーしていただいた後に、そこのポストの文章を見ていただいて、どんどんね、応募のポストを上げていただければ、来年の末、来年の年明けにですね、僕のサッカー系のサッカー部の仲間、まあ、チームメイトやライバル友達とかみんなに協力してもらって、その中から当選者を発表したいと思います。で、ヒロ御朱印スタ感謝祭って何ですかっていうことなんですけど、まあちょっと新規フォロワーさん向けの説明なので、ちょっとね、知ってる方はちょっと復唱になってしまうんですが、今年の1月の愛媛の宝厳寺の福山さんに始まり、この前の京都大仙寺のミッチーさん、各スペシャルゲスト、スペシャル対談ライブのゲスト並びに、自社に行ってきたシリーズ、あとヒロインタビュー、娘会情報局、ご縁フェス、等々のライブやってきましたけど、その中でですね、ヒロ御朱印スタ感謝祭の視聴者の皆さんのためにですね、いつも応援してくださるファンや視聴者の皆さんのために、何かちょっとプレゼントをご提供いただけませんかっていうお話をしたところ、ご提供いただく自社さんの方、結構手を挙げていた方が多くてですね、その皆さんから、ご提供いただいたプレゼントを、来年の、今年締め切り来年の1月に、発表させていただいて、皆さんと当たった方にですね、お渡しするというか、そういうような、企画です。まあ、もう一年がかりの企画なんですけど、で、今、応募の方の、ポストは、今、皆さん、それぞれされてると思うんで、まあ、このライブを見て、ああ、じゃあやってみようかな、っていう方は、まずエントリーをしていただければと思うんですけど、まあ、先日も、ちょっと申し上げたんですけど、まあ、ちょっと、残念なことにですね、ちょっと
ヒロ御朱印スタライムにご出演されてるお寺や神社に関わる、あと、お寺神社以外にも、お店とか、いろいろヒロ御朱印スタライムに関わった方を一応該当ポストとしてたんですけど、で、ちょっとですね、その中の、に、ヒロ御朱印スタライブのご出演がないんだなっていう方のポストをされてる方がちょっと何人かいらっしゃったので、これはちょっと、僕は見ればわかるんですけど、僕のサッカー部の仲間とかは多分それわからないので、で、初めはちょっとそこまで僕も頭がちょっと行ってなかったんですけど、それであれば、まあ、ポストの文章にヒロさんとか、ヒロ画伯とか、まあ多分僕、そういうのが多分こういう名詞になってくると思うんですけど、ヒロさんとかヒロ画伯とかって入れる、ポストに、文章に入れてもらえれば、僕のサッカーの仲間も、ヒロさんとヒロ画伯っていうの、ああ、これ、あ、そっかそっか、あいつのことなんだ、先輩のことなんだ、とかってわかると思いますし、あと、それと同時に、僕に該当のない、お寺神社のポストをした場合、そこにヒロさんとかヒロ画伯って多分、打てないと思うんですよね。だってゲストに出てないんで。だからそういう意味での抑止効果にもつながるかなと思ったので、まあそういうような背景もありましたので、まあヒロさん、ヒロ画伯、ちょっとプラス4文字になりますけど、まあ、これまでエントリーしたものを全部修正してくれとは言いませんので、それはもうね、仕方ないので、まあ来年はちょっとここは正そうと思ってるんですけど、これから以降ですね、もしポストされる方、ぜひヒロ御朱印スタライブでも多分、それでサッカーの中もあんまりわかんない人もいるかもしれないんで、できればヒロさんとかヒロ画伯とか、なんかそのような固有名詞でなんかポストの文章に入れていただけると、選ぶメンバーもすごく、わかりやすいのかなと思いますので、その辺もし、ちょっとプラス4文字のご協力ぜひね、よろしくお願いできればと思います。あとはオリジナル御朱印帳はですね、ティファニーブルー風、あと、これを昨年の、5月ぐらいだったかな。5月ぐらいに出しまして、これは愛知如林寺俊和さんのお寺の修繕の費用に、チャリティーとして寄付させて、寄付というか、僕の売上利益は、全額寄付をさせていただきまして、約1ヶ月間、ティファニーブルー第1弾で出させていただきました。で、その後第2弾は、桃富士。これ色も柄もですね、佐々木さんファミリーに全部決めていただいて、桃富士の御朱印帳を、堺香取神社の佐々木さんの書いた字。明恵さんが考えたコラボの罰。これも一緒にコラボした御朱印帳ですね。堺香取神社コラボ、お江戸、ヒロ御朱印帳、お江戸マルシェのイベントに合わせて、販売をさせていただきました。で、こちらも、約1ヶ月間ぐらいか、させていただいて、こちらの売上利益も、堺香取神社の、本殿回廊修繕の方の事業に寄付をさせていただきました。で、3段目がですね、ゴールデンウィークの時に発表させていただいた、5月に発表させていただいた、第3弾のレモンイエロー。そして、初めての大判の赤の、御朱印帳。これココちゃんがね、新キャラとして入っていきましたけども、こちらについても、もう受付は1ヶ月で締め切りまして、こちらも、やはり、引き続き本殿回廊修繕事業の方の、金額もかなり、かかるというふうに伺ってましたので、こちらについても引き続き、ご寄付をさせていただいたという経緯です。で、ちょっとまだ佐々木さんの方のお寺の方、あ、すみません、お寺じゃない、神社がですね、去年、おととしまで中止だったお祭り、祭事がですね、復活したということで、かなり7月がお忙しかったということでね、まあ、娘会情報局も延期になってしまいましたけども、御朱印の上昇についても、佐々木さんもお時間あるタイミングで、頑張って上昇していただくってお話でしたので、ね、気長に皆さんちょっとね、お待ちいただければなと思います。ということで、オリジナル御朱印帳は今、見開き3冊、あと大判1冊、計4冊今、販売をしてます。ただこれ期間限定で、今はもう、購入が、お買い求めができませんので、また皆さんから何かね、再販って声がもし出てきたら、
またこの辺についてはまた検討したいなと思います。なので基本は期間限定で販売となってます。あとLINE スタンプなんですけども、僕のこの、今正面にいるですね、この4人なのかな、このキャラクター、これが、初代がですね、五円地蔵、あんこ、ふくふくなんです。で、コンセプト的には、お寺のキャラクターの五円地蔵、神社のキャラクターのあんこ、そして、ふくふくは頭の上に乗っかってるっていう、スズメですね。で、ココちゃん。で、これはすべてイラストレーターのネギシさんという方にすべて書き下ろしをしていただいたキャラクターになります。で、こちらについては、LINE スタンプは第3弾まで出てると思うんですけども、LINE スタンプの方を一応販売はしてます。LINE スタンプの方もあれですね、堺香取神社さんの方に、第2弾の時のやつはご寄付をさせていただきました。で、LINE スタンプも、イベントって言ったら変なんですけど、LINE スタンプも販売してますので、もしよかったら、いろんな、挨拶もいろいろ増えてますので、よかったらね、使って可愛がっていただければと思います。あとは、さっき YouTube のところの紹介しましたけど、YouTube の特別企画で、祈りとかっていうシリーズとか、そういうので、YouTube のいろんなこう活動をしたりしてるっていう感じですかね。あとは10月と12月、ちょっと復唱になりますけど、皆さんがきっと喜んでいただけるんではないかと思うサプライズのドッカンとしたイベントを10月、12月考えてますので、お楽しみいただければと思います。あと多かったのが、そう、実在してるんですか？なんですけど、実在はしてます。はい、実在はしてます。昨年堺香取神社コラボ、広ご神社お江戸マルシェの時に僕現地行ったんですけど、はい、その時には、70名ぐらいの方にお手紙とプレゼントいただきまして、簡単、もうなんだ、ご挨拶。フォロワーの何々です、ユーザーネーム何々ですっていうような挨拶の方々含めて大体100名ぐらいの方とお話をさせていただいたの、多分ね、100名ぐらいの方会ってるんですよ。はい。なので、堺香取神社コラボね、広ご神社お江戸マルシェの時は、100名ぐらいの方にはお会いしてると思います。なので、実在はしてます。で、何者、ヒロさんって何者なんですかって言うとね、ほんと一般人なんで、そう、一般人なんですよね。一般人なんですよねって、もうこれ以上言いようがないですよね。もう普通に働いてるサラリーマンなので、都内で働くサラリーマン、ね、人事部、皆さんね、もう人事部、もう人事部って分かってますけど、人事部でこう、新人のですね、新入社員の教育、研修、新人がこう、新入社員研修とかやるときのこう、先輩社員も、お兄さんみたいな、兄貴みたいな、ね、なんかこう、新人が教育研修してるとき、なんか困ったことあったら何か相談してねとか、何かあったときに言ってねっていうような、そういうような、こう、窓口とか、あとは職場でこういろんなこうハラスメントとかもあるじゃないですか。いろんなパワーハラスメント、セクシャルハラスメントとか。そういうハラスメントとか、社内でこういろんなことがあった時に、こう SOS のもう窓口というか、そういうところのなんか窓口、カウンセラーみたいな。なんかね、そんなこととかもやりますね。あとは、新卒に限らず、中途採用、キャリア採用の方々の、教育とか、そういうのとか、あと、部署によって、うちの部署、こういうの欲しいんだ、ああいうの欲しいんだって、いろんな各部からこう上がってくる、そういう各部の部長とか本部長とか、そういう人たちから、その人が欲しいっていうヒアリングして、それをこう、年間の予算計画の中からそれをこう割り当てたりとか、
まあそういうようなこともやったりとかなんでね、結構もう対人っていうところの仕事がすごい多い。まあね、人事部ですからね。まあそんな感じでやってますので、まあ本当にそんな感じの本当ね、一般の普通な感じですね。で、僕もこれ結構何回も言ってるんですけど、せっかくの機会なんであれなんですけど、僕よく言われるのが、ヒロさんってどこ行ってもいないですよね。見たことないし、会ったこともないし、でよく多いんですけどね。本当に僕ね、実はね、お寺神社に行ってるんですよ。行ってるんですけど、行ってる時間がですね、多分皆さんが行かれてる時間に行ってないだけであって、お寺神社には行ってるんです。なので、よく、どこ行っても見ないし、会わないし、見たとか会ったっていう人も聞かないし、っていうふうによく言われるんですけど、お寺神社には行ってるんですよ。ご参拝はしてるんですけど、こう、なんか、皆さんがこう、やっぱ行く時間って9時から5時、9時、4時、9時、5時とか多いと思いますし、多いと思うんですけど、そういう時間の枠であんま行かないとか、あとは、御朱印対応がない日とかだったら皆さんやっぱり行かない方多いじゃないですか。そういう時に行ったりとか。そんな感じで参拝とかしてます。なのでね、たださっきライブで自社に行ってきたシリーズってライブがあるんですけど、あれはゲリラでライブで突撃しますので、皆さんに対してのゲリラ配信になるので、本当、このお寺、この神社にいるんだ今ってなった時に、もし皆さんが、ここからだったら今から間に合うっていうような距離にもしいらっしゃったら、ぜひね、来ていただければ、お会いできたらね、ぜひなんかお話とかもできたら嬉しいなと思いますので、まあそんな感じで、まあ実在はしているということと、まあ何者なんだっていうのはね、今の説明でもしご理解いただけたらなと思います。あと、多いのが、その自社の方々と仲良くなる秘訣。あと、どのくらい自社のお友達、友人いるんですかっていうことなんですけど、自社の方々と仲良くなる秘訣ってね、僕別になんかお寺神社の人だから限定して何やってるってわけじゃ全くなくて、もう皆さんと一緒で日頃の皆さんもお友達とかご友人いると思うんですけど、皆さんがお友達やご友人と接してることとほとんど変わりないと思うんですね。だからなんかお寺神社の方だから特別意識して何してるっていうわけではなくて、もう普通に友人と接するように接してるつもりなんですけど、なんかね、仲良くなっちゃうんですよね。なんか、今コメントがね、僕止まっちゃってるんですよね。もう今皆さんのコメントがもう止まっちゃってて、今コメントがもうすいません、見れないんでね。すいません、ちょっと皆さんのコメントに反応ができないんで申し訳ないんですけど、今僕すいません、皆さんのコメントが今止まっちゃってまして、すいません、送ってるのにヒロさん反応してくれてないと思う方いると思うんですけど、すいません、今ね、僕の方コメントがね、固まっちゃってて、見れないので、すいません、ちょっと一方通行になっちゃうんですけど、なんすかね、なんだろう、仲良くなる秘訣。ここ皆さんに聞きたかったんだけどな、コメント止まっちゃってるからどうしようもないもんな。まあ、そうっすね、なんだろう。まあ、ライブ、これまでのライブとかで結構僕何でしたっけ、仲良くなる方法とか、そういうの、言ったことあると思うんですけど、まあ、今まで言ったことも、もう含みなんですけど、やっぱりだけどな、だけど、そんなにね、なんかお寺神社の方だから、特別になんかプライベートの友人と何か違うことをしてるっていうことはないんですよね。だけど、なんだろうな、なんかあるかな。だけどね、一個だけ、だけど、一個だけあるかな。あるな。なんだろう。だけどな。だけど、こう言われると難しいな。やっぱね、いつも皆さんに言ってる仲良くなるコツ。まあ僕、前も言ってこれ、もうヒロさん何度も聞いてるよとかいらっしゃると思うんですけど、まあ今日は新規フォロワーさん向けのライブなので、あれなんですけど、もうとにかく僕と多分、DM やってる人、LINE やって
ってる人、あとコメントやり取りしてる人ってもう絶対皆さんわかると思うんですけど、僕ね、とにかく、もう、これね、インスタライブとかだけではなくて、僕ね、プライベートも職場も本当そうなんですけど、もうね、とにかく相手の名前を多用します。なので、とにかく相手の名前を連呼する、まあ、ネームコーリング、これもヒロさん聞いたよっていう人が多いと思うんですけど、すいません、新規フォロワーさん向けと思って聞いていただけると思うんですけど、とにかくまあ、これ全員が全員ではないと思うんですけど、心理学的には、人はたくさん自分の名前を呼ばれることで、こう、なんていうんだかね、その方に対して、すごい、こう、親しみを持つそうなんですよ。で、やっぱりこう、呼んでくれた人に対して、すごく親近感を抱きやすくなって、これは実際心理学で、心理学とか勉強されてる方とか、大学の時いた、大学とかね、学生時代いると思うんですけど、これ実際に立証されてまして、もうね、例えばですよ、一発目、はじめましてって時から、ちょっとね、意識的にやってもらうと、多分、バイバイする頃に、なんか初めて会ったと思わない、思えないよね。なんか前から知ってる人みたいみたいな。なんかそんなトークってありません？で、僕ね、結構、初対面で会った時って、もうほぼほぼ9割9分ぐらいの確率で言われるんですよ。なんかヒロさんってなんか今日初めて会ったと思えないよねって。で、これって本当ね、このネームコーリングって、もう他人とは思えない、もう親しみを感じる。で、人って、潜在的にですね、こうやっぱこう自分をこう呼ばれるってことでこう自分を認めてもらう、自分のこう存在をこう分かってもらえてるってことに、やっぱり人間ってすごくそこになんかこう嬉しさとか感謝とかありがたみを感じるっていうところなので、やっぱそういうふうに、とか、すいませんとか、ね、ちょっととかっていうよりかは、例えば今僕、今ね、あ、復活した！今ね、あ、モッチーさん来てるんだ。あ、モッチーさんどうも！こんばんは。モッチーさんすげえ久しぶりなんだよな、自分。ね、今、ユミさん、ショコリンさん、チズルさん、カオリさん僕見れてるんですけど、もう、例えば僕がこの皆さんに、だったら、ねえねえとか、というよりかは、もうユミさん、ショコリンさん、チズルさん、カオリさんとか、こう言って何かをするとか、だからそこはね、すごい意識してますね。あとは、まあ、これもちょっと会社の研修みたいになっちゃうんですけど、まあ、会社的、ビジネス的に言うと、傾聴力。要は、聞き役ですかね。なので、まあ、特にこう、スペシャル対談ライブとかは、まあ、今ね、モッチーさんまだいてくれてるかわかんないんだけど、もう出られた方は、ヒロさんすっごい結構、なんていうのかな、細かく打ち合わせしてくる人なんだなっていうのを皆さんすごい、感想として持たれること多いと思うんですけど、その時にこう、スペシャルゲストの方がまず何をやりたいのか、何を言いたいのかっていうのを、とにかく初めは聞くっていうことに徹してて、何をしたい、これをしたい、こんなことを伝えたい、あんなことやりたいっていうことをまず聞く。やっぱそういうところで、こう、聞き役に徹することで、きっと多分その方がいろんなことをこう、自然とこう、思ったことを吐き出せる。やっぱこう、なんだここ、何でもこう、言える関係になれる関係性っていうのは、多分その傾聴力っていうのがあると結構近道なのかな。あとは、まあ、この前僕ライブで言っちゃってるんですけど、共感心理。お互いの、まあこれ多分、夫婦や恋人とかお友達、いろんなところでもあるんですけど、やっぱりこう、それわかるとか、それいいよねとかっていう、なんかそういうような共通の話題で共感するっていうことをとにかく増やして、僕ね結構積極的に共感していくっていうのはすごく意識してて、これもね10代の時から結構僕はなんか自分の中で植え付けられてて、そのトークをする時とかにはその人との共通の話題を見つけて、その共通の話題の中から相手が言ったことに対して、まあ、わからないことをわかるとかって嘘がつくとか、それはまた別でですね、その方が思ったことに自分がそれがもし分かってたり知ってたらいいよねとかわかるよとかっていうふうに、
なんかそう積極的に共感していくと、なんかね、自然と相手から好感を持たれることが僕は多かったですね。これまでの自分の人生の中では。なので、まあ僕前言ったんですけど、こう、なんかこう、仲良くなりたいと思われる人になるっていうのが自分の目標で、自分が仲良くなりたいっていう気持ちも大事なんですけど、相手からこいつと仲良くなりたいな、この人と仲良くなりたいなって思われる人間になりたいなと思って、なんかこういうのね、日々なんかやってますね。だからなんか、そうっすね。とかな。あとは、そんな感じかな。なんかそういうのをなんかこう、プライベートも変わらず自社の方とも接してて、なんかそういうところから、なんかね、お互いがこう、心を開いてこう、ぐっと近づいて、こういうふうになんか、ね、皆さんがスペシャル対談ライブとか、自社に行ってきたとか、いろんなライブにお忙しい中、ご支援いただいたり、ご協力いただいたり、ご賛同いただいてるのかなっていうふうに、僕的には思ってます。で、最後。どのくらいの友人の数がいるんですかって結構これそんなにめちゃめちゃ多かったわけじゃないんですけど、僕もね、どのぐらい自分友人いるのかなってちょっと数えてみようと思ったんですよ。で、これ、ちょっとすごい自分に厳しい言い方すると、僕は友達だと思ってても相手は友達じゃないと思ってるっていうので、これちょっと悲しいじゃないですか。なので、なんだろうな。もう、LINE を交換したり、電話番号を交換してて、もう何でも、いつでも電話しても、いつ LINE してもなんかをやれるっていうのを、一応僕は友人というくぐりにします。で、なんだろうな。お互いが知ってるんだけど、まあそんなに、1年に1回会うか、まあ2年に1回会うかっていうのを、知人っていう枠組みにした場合、僕、友人ですよ。もう、すぐ電話する。すぐ LINE できる。それを僕は一応友人とします。一応。いいですよね、これで。で、電話番号は知らない。LINE も知らない。だけど、行ったら、おー、久しぶりって言える人を知人とします。友人と知人の枠組みをちょっとそこに切り分けた場合、僕に友人ってどのぐらいいるのかなと思うと、今僕、リストあるんですよ、リスト。こう、連絡先リストみたいな。で、その連絡先リストをそのまんま反映して、プラスその連絡先リストにはないんだけど、このインスタを通して、LINE を交換したり、電話番号を交換したっていう人まで入れると、だいたい今ね、僕250人ぐらいいます。これ、コメント止まってるから反応が聞けないんだよな。で、知人ですね。知人。ヒロさん。僕を見てヒロさんって分かってくれる。まあ、けど、電話番号も交換とかも LINE も交換もしてない。ただ、行けば会ったら、よう久しぶりって言えるのを知人ってなった場合を入れると、それら含めると400とか450ぐらいなのかなと思います。これコメントがね、止まっちゃってるんですよね。ですね。なので、まあ、スペシャル対談ライブもどこまでいけるかわかりませんけど、仲いい友人がみんな出てくれては限りませんし、やっぱり中にはね、インスタをやってない人もいるし、インスタライブでちょっと喋るのは恥ずかしいなっていう方もやっぱりそれは正直いるので、ね、みんながみんなやっぱりいろんなね、価値観とか、やっぱりその得意不得意とか、ね、喋るのが得意とか好きとか、人前で話すのが苦手とか、やっぱいろんな方やっぱいるので、なのでそこは僕は絶対にもう相手ファーストで無理は絶対してほしくないので、だからね、どこまでこの僕も正直いけるかわからないんで、なんとも言えないんですけども、まあそんな感じですかね。だからね、あれが大変です。年賀状が。年賀状、今皆さんこれ知ってるんですけどね、実は僕スペシャルゲストと自社に行ってきたシリーズの皆さんが、ご出演されるじゃないですか。
で、実は、その皆さん、スペシャルゲストとかに出られた方々と、ヒロ御朱印スタライブ、スペシャルゲストの輪っていう LINE グループ作ってるんですよ。で、そこは、まあ、本当にご縁フェスではないんですけど、ヒロさんとのライブがもう単発で終わっちゃったら、もうその単発で終わったらもうずーっと疎遠っていうわけではなくて、やっぱり1回目の人、2回目の人、3回目の人、その1回目、2回目、3回目、4回目のこのゲスト同士のそういうなんかつながりみたいなものも何か作れないかなと思った時に、まあ今はもうシンプルに LINE グループ、皆さんに LINE やられてる方多いので、もう LINE グループを作って、そこで皆さんで、その一つの輪を作って、ね、そこで、まあ、もう、こう、会う人、まあね、やっぱりこう、会う人、まあ会わない人って言い方ちょっとやめとこう。会う人とか、この人とっていう人って、やっぱりそれぞれやっぱいると思いますので、まあそういうところはね、皆さんね、こう、ご縁を広げてもらえればなってことで、スペシャルゲストの輪の LINE グループに今ね、36人います。だから、そうですね、それ、まあ、そういう人たちもいたりして、まあね、いろいろやってますので、まあ、ライブが終わった後も、まあ何が言いたいかというと、スペシャルゲストの皆さんは、そういう LINE グループを僕も入れて作って、そこで皆さんがね、進行をなんか知ってますよっていうことをね、ちょっと皆さんに、この機会だったので、まあちなみにそこの LINE グループ、僕がもう事務局みたいになってまして、ヒロ、事務連絡みたいなのでね、皆さんに事務連絡で、今度こんなライブやりますとか、こんなご支援が発表されましたとかっていうの僕がなんかもう事務連絡してるんですけど、そんな感じのね、やつをやってます。いやー、コメントが止まっちゃったなねえ、残念。本当はね、皆さんのコメントを見ながらちょっとやりたかったんですけど、コメントが固まっちゃいましたね。ということで、だいたい僕の話はこの辺で終わったかな。すごい。一人でもうすぐ3時間。よく喋ったなぁ。いやぁ、ほんと皆さんの、あれですね。ご覧いただいた皆さんがいてこそ、ねぇ、ほんとにこれで視聴ゼロだったらどうしようと思ってましたよね、もう。寂しいな、視聴ゼロで一人でオンリーワンライブって。ああ、そう、つよさん、そう、ヒロさんの業務連絡で、事務連絡っていう風にいつもやってます。ヒロ事務連絡で、そこでライブのスケジュール、あと、こんな方がライブに出られます。あと、一応僕もやっぱり、ライブを出られた後に、LINE グループ入っていきますので、その方のアテンドもやります。なので、直近は大仙寺のミッチーさんが、ライブ出演された翌日に、大体ライブ出演された翌日に LINE グループのその、招待のコントロール僕やっちゃうんですけど、ミッチーさんに、入ってくる前に、もうミッチーさんが入ってくるっていう空気感を LINE グループにちょっと作んなきゃいけないので、第26回スペシャル対談ライブにご出演いただいた京都大仙寺のミッチーさんをこれからご招待しますので、皆さんぜひ温かく迎えてあげてください。皆さんぜひご縁を結んでくださいね、みたいな、そういう空気を作って、だいたい既読、まあ36いますので、36の既読つくまで結構時間かかるので、だいたい既読が10から15超えたぐらいのタイミングで、ミッチーさんを招待かけます。で、ミッチーさんにはちゃんと招待しましたので、いつでも入ってきてくださいねってなると、ミッチーさんが入ってきて、大仙寺のミッチーですってなると、そこで皆さんが、どこどこの誰だです、どこの誰ですっていう、そういうね、コミュニケーションがあるんですよ。だからね、結構LINE グループやってよかったなと思いますね。ほんと皆さんが、もう、お寺で言えば、地域、宗派、年齢、男女超えて、そこに神社が絡むっていうね、もう、LINE グループの顔ぶれ見ると、そうそうたる顔ぶれなのでね、本当に、そうなんだ。だからね、そうですね。今、ちえさん言ってもね、事務局ですね。もう、LINE グループはね、事務局ですね。もう、まあ、ただ仕事でもね、そういう、ね、いろいろこう、なんだ、会議体の、なんか、事務方とかもありますので、そうですね。だから多分今は、仕事帰ってきて、夜打ち合わせ、
仕事打ち合わせ、仕事打ち合わせ、仕事打ち合わせ、仕事ライブ、仕事打ち合わせ、仕事ライブみたいなね、感じなんで、今だいたいね、寝る時間はもう1時、2時とかですね。で、起きるのがもう5時半とかなんで、だいたい1日、そうっすね、2時、まあ4時間とか、4時間寝れてないかな、3時間。そんな感じで、やってますね。だけどね、楽しいんですよね。なんかね、こうやって皆さんとこう、コミュニケーションができるのがね、楽しくて。いやー、お寺神社、御朱印、お寺神社に関わるご住職、神職さん、そしてね、フォロワーの皆さん、いい人ばっかりでなー、いいよなー。そんな感じでやってます。まあ、このライブ、ね、新規フォロワーさん向けの、まあ、半永久保存としてね、今日お届けしました。ライブ2時間55分。まあ、3時間ぐらいのタイミングさすがに僕もね、終了したいと思います。皆さんね、視聴される皆さんのご負担もあると思いますので、もうね、もうすぐ日付も日にちをまたぎますので、3時間前には終えたいと思います。まあ、今、結構、本をですね、実際手でめくる本ではなくて、アプリをダウンロードして耳活するっていうね、そういう結構耳活って今結構、いろんな本を見てるとニュースとかでも結構取り上げられてるので、まあこのヒロ御朱印スタライブ100倍楽しく見る方法をですね、録画で耳活しながら、途中ですね、もう僕のちょっと余計なお話はちょっと飛ばしてもらってね、3時間振り返ってもらうと、あ、ヒロさんのライブってこんな感じなんだなとか、ヒロさんの人柄っていうかね、もう大した人柄じゃないんですけど、こんな人なんだなとかっていうのが皆さんがね、分かっていただければと思います。まあね、本当に今日はこんな感じのライブでしたけど、ね、最後までご視聴いただいてどうもありがとうございます。これコメントに残るんでね、どうしようかな。なんかコメントでなんかやりたいんですけどね、なんかあるかな。どうしよう。なんかあります?じゃあ、すいません。僕からちょっと皆さんに2つ投げていいですか?で、2つ返していただいてもいいですし、1つでもいい。どっちでもいいです。二つ投げます。なので、一つ回答 OK、二つ回答 OK、別に特に回答なしでもいいです。どれでも OK です。僕からはなんか強制しませんので。二つ投げます。一個目。まず皆さんの手元に、この見せました、戦士朱印さんからプレゼントしていただいた、この、ココちゃんワッペン。これ。販売したら欲しいですか?これ、販売したら欲しいですか?よかったら参考に聞かせてください。はい。ココちゃんワッペン。これね、ほんとね、たまたま今日届いたんですよ。これ、ココちゃんワッペン。で、二つ目。これね、全然今日ちょっといきなり話す話なんですけど、ヒロ御朱印帳、今まで、4冊出たじゃないですか。ヒロ御朱印帳バージョンの書き置き、入れる、こう、クリアファイルみたいな、ポケットファイルか。ヒロ御朱印帳のポケットファイル版、これがあったら欲しいですか?これにしたいと思います。はい、両方答えていただいてもいいですし、一個でもいいし、両方答えなくてもいいです。普通に、ヒロさんお疲れ様でした。ありがとうございましたとかも、そういうの全然 OK です。はい。なので、もしよかったら、ちょっと参考に教えてください。ということで、僕はね、有言実行で、ここはきっちりいきたいと思いますので、皆さんのね、やっぱり長時間の視聴のご負担、あとね、一日も早くゆっくり休んでいただいてね、明日ね、素敵な土曜日を迎えたいと思います。迎えていただきたいと思いますので、僕は金曜日中にライブを終わりたいと思います。それでは、僕がね、あとこれ以上ベラベラ喋ってしまうと、土曜日になってしまいますので、この辺で、ヒロ御朱印スタライブ、100倍楽しく見る方法ライブを終了したいと思います。で、こちらのライブでですね、わからないことはですね、またお気軽に何でも、DM 等で聞いてください。ね、答えられる範囲でお答えしたいと思います。はい。このライブ録画のコメントに入れていただければと思います。それでは、最後まで、夜遅くまで、長い間ご視聴いただいた皆さん、そして、このライブを録画でご覧の皆さん、どうもありがとうございました。それでは、おやすみなさい。失礼します。